ラジオ伊集院光とラジオと10月12日火曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの竹内かなえです。TBS テレビで日曜日の9時から、日本沈没始まりまして、本当にちょい役でこう出させてもらってるんです。っていうのも僕は、僕の子供の頃やってた映画の、日本沈没、それからドラマの日本沈没がすっごい好きだから、もうすごい興味があって、ちょっとお話もらった時ぜひ出たいね。いろいろご迷惑をおかけするかもしれないけども、ぜひ出たいっつって、まあ出してもらう運びになったんですけど、ね、出なきゃよかった。え？というのも、楽しみにしてたその日本沈没をちゃんと見れない。要するに自分が出てくるのが気になっちゃって、そのご迷惑おかけっぷりが気になっちゃって、ストーリーが全然入ってこないんです。で、竹内かなえには評判がいいっていう。もう面白くって面白くって、来週が待ちきれないというか、もうしばらく私の生きがいになると思います。いや、そのレベルのテンションだから。あと、まあまあ、うちの神さんがああいうちょっと、まあ、SF っちゃ SF のドラマをいつも見る方はあんま見ないんだけど、なんか見てて、小崎どうなるのみたいな、ね、いや、どうなるのって言ったら怒るだろうと思うし、あと、でもタイトルが日本沈没ですけど、沈没するのか、なんとかしないのか。あのさ、その勢いで俺がさ、あ、それはねって言わないでしょ、多分。言わないのが一個と、もう一個重大なことがある。はい。僕、そのドラマの台本を全部読んで、全部わかっちゃうと、僕は編集長、雑誌の編集長の役なんだけど、編集長として知らない事情が入ってくるじゃん。うん、そうですね。だから、監督と話し合って、僕読まないことにしたの。それなのに私っては伊集院さんから結末を聞き出そうとする。そうなんだから、そこに関しては良かったのは、自分はその大きな結末は楽しみに、一ファンとして楽しみには、できる状態。なんです。そうですね。ただなんかね、そのドラマの仕事とか、まあそれがテレビの仕事は結構そういうもんが多いんですけど、ラジオの生放送と違って、そのこれは秘密だよ、言っちゃいけないよってことがすごい多いわけですよ。そうなんですか。だって俺ドラマ撮ったら2月だよ。そうですね。あのいわゆるコンピューターグラフィックがすごいいっぱいあるから、普通のドラマよりすごい先撮って後で合成してるから、俺2月からずっと日本沈没に出てることも一切触れられずに。そうでしたよね。撮影のね、お話はこうふわっとされてましたけどね。そうな、ドラマに出たよっていうのは言えても、何があったとか言えない。だから日本沈没とおぼんこぼんファイナル、この二つはもう言えないことだらけで、自分はスタジオにいたからすぐ言いたいんだけど、言えないことがいっぱいあったりとか。どうなるんだろうね。もうね、日本沈没だから自分も結構どうなるんだろうと思って見れるものの、やっぱりなんつうのかな、自分が出てきそうなとこあたりから、もしくはあと、当たり前なんだけど、他の役者さんたちのすげえ演技とか。国村さんもどっちなのかな、悪い人なのかな、いい人なのかな。国村さんとか松山ケンイチさんは、僕はその、お会いしてないから、初めてあそこで演技を見るんだけど、当たり前だけど、すごいね。すごい。もう、本当に松山さんの目つきとか、もうたまらないですね。あと香川さんが、なんかすごいな、すごいなと思ったのは、1話でその香川さん演じる田所博士っていうのが、どうもこの日本がおかしなことになるって話をずっとしてるけど、みんなに信じてもらえないでいて、この後何が起こるかっていうと、最初にあのあたりがこうなるって言ってる、でもデマだってみんなに思われてるけども、そのデマ言うなっていうのを言われてる最中に、その予兆が起こるシーンがあるんだ。あの時の香川さんの顔っていうのが、ほら見たことか、俺の言ったことが当たったろっていうのを、1割ぐらいと、とんでもないことが始まってるっていうことを、8割ぐらいと、あと何かよくわかんない1割ぐらいの全部混ざった顔の演技してて、すげえなって。
と伊集院光さんが怒ってるっていう、ね、怒ってるっていう、もう俺忘れちゃってもいっぱいいっぱいだ。俺はもうそれを見れないから、それの評価ができないから、俺の頭の中に残ってるのはウミガメの赤ちゃんって可愛いなっていう、もうあのストーリーと何も関係ないとこしか見られないでいて、まあよろしければ見逃し配信みたいのもありますし、見ていただけたらということでございます。はい。あと気になってんのは、今回はあの、ダジャレのパンみたいな出ないですかね。あの、もう TBS といえばダジャレのパンですけどね。出ないのかな、なんかあんま話聞かない。確かに確かに。ですよね。うん、さあ、メッセージテーマ行きましょうか。はい。今週のメッセージテーマは、一枚の写メ、一枚の写真。昔はあのフィルムカメラなんで、フィルムももったいないし現像費もかかるから結構慎重に写真を撮ってた世代なんですけど、はい、今はもうどこでもパチパチ撮れるんで、ちょっと写真の意味も変わってきてるんですが、はい、あなたのスマホの中に入ってる写真の1枚、アルバムにある写真の1枚にまつわるエピソードを送ってくれということなんですが、はい、さあ竹内かなえは、私はですね1枚のポラロイド写真を今日持ってきて、うん、たんですけど、うん、見てください、覚えてますか。うわー、竹内かなえと伊集院光、若っ。若いです、多分これで、ね、15年ぐらい前に私がこう雑誌の取材を受けた時に、うん、こう写真を提供してくださいということで、伊集院さんにラジオの時にお願いして一緒に写真撮ってくださいって言って撮ってもらったものなんですけど、これ日曜日の、日曜日の秘密基地時代 で、 でこれずっと持っていて、私南米でもその時まだラジオとか始まる前だったんですけど、南米で、あ、また伊集院さんとラジオできたりするのかななんて思って見てた写真なんです。でもね、面白いのが私たちが若いっていうのと、あと 機材が結構そのまんまっていうか、15年前から機材あんま変わんないね、15年ぐらいだとね、一個一個細かいことは変わってんだと思うんだけど、スタジオの感じとかもなんかあんまり変わんないね。懐かしいですよね、我々若かったですよね。本当だね、だってこれですらさ相当一緒にやってからだよね。そうですよ、しばらくしてからだと思います。最初だったら何年前、まあ、入社ほぼルーキーの時だもんね、きっとね。そうですね、だから18年19、9年でもそんなもんですか。へえ。でも物持ちがいいね、ポラロイド写真はなんかなんかで撮ってるけどどっか行っちゃうイメージだな自分の中では。へ、あと自分のスマホの中の写真で多いのが電車と城っていうのがすごく多くて、でそれね、電車マニアの友達が一人と、城マニアの桐畑徹くんがいるわけ。でいて、俺はあんま目的なく全国旅してて、電車にも城にも全く興味がないんだけど、一人旅してる途中に見せびらかしたいの。でいて、必ず桐畑くん家に城の写真を撮って送って、で、しかも城のアップとか、なんか特徴的な、こう、橋の欄干とか撮っちゃう、この城どこだってクイズを送るの。で、電車もすごいドアップの、なんかこう、例えば、ライトだけの写真とか、椅子だけの写真撮って、この椅子、電車なんだっていうのを撮るんだけど、それが気づいたらすげえ量になって、いっぱい撮ってる。何の興味もない、何の興味もない、白クイズの写真と、電車クイズの写真がすげえ溜まってるみたいな。まあ、だから、思い出深いのもあれば、どうでもいいのもあるんで、どんどん送ってもらいたいんですけど、はい、すげえなっていうのは、ラジオネーム、所沢のじいじいちゃん。我が家には祖父が撮った古いアルバムがあります、うん、黒い台紙に糊で貼り付けられた写真は興味深いものも多い、うん、中でもこれはと思った一枚が、うん、関東大震災の写真、うん、広い公園のようなところから撮った遠方から立ち上る煙の写真の台紙には大正12年9月1日大震災二重橋付近より神田方面を望むと書かれています。で、そのアルバムを撮った写メを送ってくれてるんですけど、壮絶なその二重橋付近から神田方面の感じは今も形跡がある
自分たちも見覚えのあるところなんだけど、もうもうと黒煙が上がってて、すげえ写真だな、みたいな。すごい。この写真、よく撮ったな、よく残ってたな、と思う次第です。すごいね。ということで、皆さんも何かありましたらメッセージ送ってください。メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp ファックスは 03-5562-0954 03-5562-0954 また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。はい、おはがき封書郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと午前11時までお時間許す限りお付き合いください。桃太郎はあまりの暑さに耐えられず、暑い桃を飛び出し川を泳いで行ってしまいました。人魚姫はゴミが邪魔でとうとう地上に上がることができませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。また電話？車がいくらで売れるか調べたいだけなのに。ネットで買い取り相場わからないかな。だったらグーネット買い取り。車の買い取り相場がその場でわかる。営業電話は一切なし。グーネット買い取り。グーネット買い取りで検索。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時42分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。本来なら気兼ねなく鉄道旅行など楽しみたい季節ですね。鉄道といえばなぜレールには砂利が敷かれているのでしょう。実はあの砂利、レールや枕木の周りに敷き詰められているのではなく、正確には分厚く盛られた砂利の上に枕木ごとレールが乗っています、うん、砂利を使うのは振動や騒音、さらには電車の重さでレールが地面に沈むのを防ぐ効果があり、コンクリートを使うよりもコストが安いそうです、うん、また砂利の厚さですが、山手線の場合45センチも必要なのだそうです。へえ、なんかまあ意味があってやってるんだろうなと思ってるけどさ、昔はさ、はい、今じゃ考えらんないことだけど、平気で電車のホームでタバコ吸ってバンバンあのレールの方に捨ててたんだよ。ああ、そうだったかな。だからあの昭和のその頃の映像を見るとみんな引くんだ。だって喫煙していい場所もくそ、今はさほぼタバコ吸えないじゃん。ここ喫煙していいですとかじゃないんだよ。ホームで普通に吸ってバンバン捨ててるわけ。で、それを見たときに、砂利なんて吸い殻めちゃめちゃ掃除しづらいのに、なんで砂利って思ってたけど、まあまあ理由は。そう、わけがあって、うん、砂利なんですね。うん、ふと旅をしたくなるすがすがしく爽やかな季節。お線香も爽やかな香り。日本行動の星雲バイオレットをおすすめします。星雲バイオレットは煙の少ないお線香売り上げナンバーワン。ソフトでフローラルな香りが広く皆様に親しまれています。富士山に青い雲を描いた紫の箱が目印。日本行動の星雲バイオレットをどうぞ。日本行動からのお便りでした。その竹内かなえのそのポラロイド、はい、よく見てこのスタジオだよねきっとと思うんですよ。ここか8スタか8かなっていう秘密基地は。いや、これ結構びっくりする。多分俺このスタジオだと思うよね。あ、そうかそうかそうか。で、このスタジオで、あの、座ってる位置関係が今と全く一緒の写真で、すごいなと思うのが、アクリルがないことだけがすごい。あの、機材自体も切り替わった時期、当時お乳で、今十何年ものなんだ。はい、だけど、うん、やっぱ一番目につくのは、まあ当たり前だけど、アクリル。アクリル板だけがね。ねえなってなるね。ね、さあ、皆さんからいただいている、
一枚の写メ一枚の写真の話ですが、千葉県41歳女性浦安のねえねさん、はい、ちょうど4年前息子が2歳9ヶ月、まあ現在小学校1年生、2歳9ヶ月の時に撮影した初恋の葵ちゃん、ほう、当時6歳、ちょっと上なんだね、6歳とのツーショット写真があります。この後妄想なんだけど、20年後ぐらい偶然再会し、いろいろあって結婚の運びとなったりしたら、この写真を結婚式で出して、こんな時期に運命の出会いをしてたんですねと司会の方に言ってもらうつもりで大事に撮っております。かわいい、わかるな、気持ちはね、まあやっぱり子供の写真すごい増える。そうですね、私好きなのは子供が例えば携帯をいたずらしちゃって、うん、誤って自撮りしてしまったやつの表情が、うん、無防備な感じだといけないことをしている感じがこう、うわーとか、なんかいろんな感情の混じった、そうそうそう、向けて撮ろうと思っても撮れないようなやつが、ハイチーズでは撮れない表情が自撮りにされてて、でも子供なんかおっしゃったりするとさ、パパパパパパって撮っちゃったりするじゃん。そう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 、やっぱりそれも捨てられないもんだ、いやちょっとみたいな、そうそう、それも捨てられなくて撮ってあります。いや、そう考えるともう子供の写真に捨てるとこなしだよね。そうだったらね、そうですね、もう永久に容量が増えてくるんだろうな。はい、一枚の写メ一枚の写真を送ってください。笹野隆です。この時期夢中ハガキをいただいて、うわー知らなかったなーって時、私は夢中見舞いのお線香を送ってます。人のご縁は大事ですからね。夢中ハガキが届いたら、夢中見舞いに日本香堂のご神物用お線香。日本香堂、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。部長、これ年末調整の書類です、よろしくお願いします。おい、今なんて？え、これ年末調整の書類です、よろ。長い、もっと効率的に働こうぜ、略してこれ年長よろでいいんだよ。はい。あと私に来ないで紙飛行機にして飛ばせ。なるほどです。こうやってこれ年長よろ、これ年長よろ、これ効率的っすね。時間ってのは上手に使うもんだ。くぅ、心に刻みます。もう一回一緒に、これ年長、それもっと効率的にできます。人事労務管理はスマート HR にお任せください。ペーパーレスとコスト削減を実現し、企業の生産性向上を支えます。時刻は8時48分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京グリーンボンドの発行と都立動物園水族園見どころデジタルマップについてお知らせします。はじめは東京グリーンボンドの発行についてです。東京都は都の実施する環境事業へ投資する個人向けの東京都債東京グリーンボンドを発行します。上達した資金は東京都が所有する施設への太陽光発電の導入、公園の整備、防潮堤などの海岸保全施設の整備などに充てられます。発行するのはオーストラリアドル建ての5年債で、発行額は100億円相当、利率は11月5日金曜日に仮条件を公表し、18日木曜日に決定する予定です。売り出し期間は11月19日金曜日から12月6日月曜日まで、購入は1000オーストラリアドル単位で、対象者は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に在住か在勤または在学の個人の方、あるいはこのエリア内に事務所や事業所がある法人や団体です。債券の売り出しは野村証券など証券会社5社で行われます。この債券のご購入を検討される際には、取扱金融機関から契約締結前交付書面をお渡ししますので、必ずご覧ください。詳しくは財務局交際課電話 03-5388-2683 03-5388-2683 番までどうぞ。続いて
都立動物園水族園見どころデジタルマップのご案内です。恩賜上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園では都立動物園水族園見どころデジタルマップを公開しました。動物の見どころ、写真に撮りたくなるような景色、おすすめのギフト商品、そして少しマニアックなスポットなどを解説付きで紹介しています。自宅などで楽しむほか、来園時にはポイントを絞った効率的な観覧にも役立ちます。閲覧方法はそれぞれの園のホームページ、または園内に貼り出したポスターに載っている QR コードから、都立動物園水族園見どころデジタルマップにアクセスしてください。詳しくは東京ズーネットのホームページをご覧ください。最後に東京都からのお願いです。東京都は10月24日までリバウンド防止措置期間中です。新規陽性者は減少傾向にありますが、これから感染症が流行しやすい季節を迎えます。感染の再拡大を防ぐためにも、引き続き手洗い、手や指の消毒、こまめな換気など基本的な感染防止対策をお願いします。また東京都が行っている大規模接種会場では、都内在住か在勤または在学の12歳以上の方を対象に、予約なしでワクチンが接種できるようになりました。会場は NHK 渋谷フレンドシップシアターワクチン接種会場と、東京駅地下の行幸地下ワクチン接種センターで、時間は午後2時から7時までです。ワクチン接種を希望される方は、接種券と本人確認書類などを持参してください。なお、行幸地下ワクチン接種センターは14日木曜日は休館日です。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。手や指の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。指がこわばり包丁を握るのも、手首が痛くて雑巾を絞るのも辛くて、特に思い当たる節はないんですが、気づいたら毎日しかめっ面ばかり。このままじゃいけない。そう思っていた時、お友達が再春館製薬所の通算等を教えてくれました。この痛みが和らいだら笑えそうな気がするんです。笑顔を取り戻せる日が早く来るといいですね。通算等は、リュウマチや関節炎による手や膝の痛みなどを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、305-305、年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。ここで、アサヒ飲料からのお知らせです。今日はアサヒ16茶の紹介です。アサヒ16茶は今年大きく生まれ変わりました。発酵素材を新たに追加し、さらに高温抽出製法を取り入れることで、より豊かな香りと優しい甘さを体感できる商品になりました。また環境配慮素材を使用した新容器を導入し、環境への取り組みも強化しています。ボトルのデザインも自然の清々しい空気が感じられるような新しいデザインに刷新。もちろんカフェインゼロ、アレルギー特定材料等、アレルギー特定原材料等28品目不使用、乳児用規格、適用食品は変わらず、小さなお子様にも安心してお飲みいただけます。そして新垣結衣さん、中村智也さん出演の健康感あふれる CM にも注目。ぜひ生まれ変わった新しい16茶をお楽しみください。ここでラジオ CM の CM です。自社の商品サービスを全国に知らせるなら、 TBS ラジオを活用してみませんか？ TBS ラジオなら北海道から沖縄まで全国にオンエアされている番組も多数、関東だけでなく全国プロモーションまでお手伝いいたします。 TBS ラジオ資料で検索。時刻は8時54分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。おはようございます。外環自動車道内回りは川口東で10キロ25分、
首都高速道路は3号線の上り高木町付近での事故の処理終わりました。また上りの高木町の入り口閉鎖も解除されています。この他は川口線の下り鹿浜橋付近左側にトラックが故障して止まっています。この渋滞は江北ジャンクションを過ぎて中央環状線の外回りへ1キロ半伸びています。神奈川県内では川崎市内の国道132号線の上り千鳥橋付近の事故の処理終わりました。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時19分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スト銀行。うちは個人事業だから難しいでしょ。ちゃんと会社にしてないから信用してもらえないしよ。それでも大丈夫、不動産担保ビジネスローンは東京スト銀行。バリに魅せられた人たちへ心癒されるリゾート住宅ヴィラステージ、 TBS ハウジング伊勢崎会場にてモデルハウスを公開中。リゾートを日常に、カユスタイルハウス。私はお豆。積極的に食物繊維を取りたいっていう女の人と話したんやけどな、ごぼうとかセロリとかがええ言うて。まあそれも悪ないけど、大事なもん忘れとるな。ウシッコのお豆さん。10月13日は豆の日。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは思い出の味、メニュー、お店を調査報告する俺の5つ星。今朝のリポーターはお笑い芸人のお侍ちゃんです。10時からの伊集院光とラジオとゲストとにはキノコライターの堀ひろみさんが登場。絶品のキノコや珍しいキノコ、さらには毒キノコなど、キノコの魅力についてたっぷり伺います。10時45分頃からは白ご飯の友スカウトキャラバン、お楽しみに。竹内かなえにその15年前ぐらいのポラロイドを見せてもらったんで、はい、その頃の写メをこう見てみたら、そこに今もあのリポーターやってくれてる河野和夫くんの15年前の写真が入ってて、それがもう何とも言えない地獄のような表情してで、これ何かっていうと、東京駅で地獄のような、この世の終わりのような顔をしている河野くんの割と連続の写真なのね。これね、若手芸人多分全員で15人ぐらいと名古屋に旅行に行くっていうんで、東京駅に集合した時に、15人分の電車のチケットを預かってた河野くんが、それをなくした瞬間の写真。すごい。おかしい、おかしいってなって、で、駅のこう忘れ物問い合わせみたいところに、落とし物忘れ物問い合わせみたいところに行った後、帰ってくる、もう河野くんが走って帰ってくる、ところを連続写真で撮ってる。ね。すっごいいい表情。ありませんでしたっていう、日本が沈没しますぐらいの顔をしてんですけど、ね、これ懐かしいなぁ。なかなか、それこそ、その、写メじゃないと撮れない写真ですけどね。さあ、皆さんのところにもいろんな写真がまああるようなんですが、チャチャパンダさん、女性47歳の方。ありがとうございます。私のスマホには、3歳になる柴犬の毎日のうんこの画像があります。で、1歳になるまですごくお腹を壊してたので、動物病院の先生から日々の様子がわかるものを持ってきてくれと言われて、必ず写メを撮ってたんだって。でいて、その健康なのが出ても、何か体調の変化に気づけるかって、毎日のように2年撮ってると。そろそろ容量もいっぱいになってくるので、消してもいいのかなって思ってんだけど、でも、いやね、10年分集まるとこれアートですから。アートですよ。だから撮っといてほしいかな。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの竹内かなえです。急に思い出したけど、その僕のこのスマホの中には、落ちてる手袋を見っけたら写真を撮るって決めてて、すごい量の道に落ちてる手袋の写真があるのね。これをそれこそちょっと先週話題になった横尾忠則さんがゲストに来た時に、うん、こんなの撮ってるんですって言ったら、それは続けるといいよって言って、100万円集まるともうアートなんだからって言ってたのね。で、未だに撮って100枚どこじゃないぐらい撮ってんだけど、うん、多分この愛犬ちゃんの、まあ、この20年間ぐらい、まあ、犬の寿命までのを全部撮ったら、俺多分それアートを完全一日欠かしたっていいんだけど、はいはいはい、アートだと思うんだよね。なるほど。まあ、容量との戦いだけどね。さあ、切り替えまして、ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速、今日のニュース、高柳光希アナウンサーからお願いします。はい、おはようございます。今朝は6本のニュースをお伝えします。岸田総理にとって初めての国会論戦となる衆議院本会議の各党による代表質問が昨日始まり、岸田総理は新型コロナウイルスの感染再拡大に備えた対応策の全体像を早急に示す方針を表明しました。また、自らが目指す成長と分配の好循環に関し、成長の実現を優先すると強調しました。一方、森友学園をめぐる公文書改ざん問題の再調査は重ねて否定しました。岸田総理は昨日夜に出演したテレビ東京の報道番組で、公明党が掲げる高校3年生までの子供に一律10万円を支給する案に理解を示しました。岸田総理は現金給付は行うべきと思っている。範囲について多分重なる部分はあると思うと語り、具体的な制度設計を行うことに意欲を見せました。新型コロナウイルスについて、東京都、神奈川県、大阪府は昨日新たにいずれも49人の感染を発表しました。東京の1日の感染者が50人を下回ったのは去年の6月25日以来です。全国で昨日新たに確認された感染者は369人で、20人の死亡が報告されました。アメリカの製薬大手メルクは、新型コロナウイルスの飲み薬モルヌピラビルの緊急使用許可を FDA アメリカ食品医薬品局に申請しました。メルクによりますと、およそ800人の患者を対象にした治験の結果、入院や死亡のリスクを半減させる効果が見られたということで、使用が認められれば世界初の新型コロナの飲み薬になる見通しです。おととい、埼玉県蕨市にある JR 東日本の変電所で火災が発生し、首都圏の在来線が運転を見合わせたトラブルで、警察が昨日、火災で焼失した火元とみられるトランス室などを実況見分しました。出火当時、変電所の出入り口とトランス室は施錠されていて、部外者が入った形跡もないということで、出火の原因について JR 東日本は、設備の故障とみられるとしています。おととい、兵庫県加東市の遊園地で、立体迷路の床が抜け、6人が重軽傷を負った事故で、警察が昨日現場検証を行い、落下した木材の一部が腐っていたことが分かりました。警察は保守管理などに問題がなかったか調べています。また、7年前に群馬県嬬恋村にある同じ系列の遊園地でも、立体迷路の床が抜け、2人が軽い怪我をする事故があったことも分かりました。以上、TBS ニュースをお伝えしました。
高柳光希アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。柴田理恵です。 TBS ラジオ公演わはは本舗全体公演オートオイラン間もなく開演。なかなか皆様とお会いできない時期が続きましたが、わはは本舗ならではの今だからこそできる笑いと感動をお届けします。わはは本舗全体公演オートオイラン、今月28日から31日まで新宿文化センター大ホールで開催。チケットは好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報、またはわはは本舗 03-3406-4472 まで。いつまでもあると思うな、わはは本舗。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です、今朝は元日本テレビ報道局解説員でジャーナリストの岸田由紀子さんです。岸田さんよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、くしくも岸田さんに岸田総理のはい、まあお話伺いますけども、衆議院本会議代表質問ということですが、はい、ありましたよね。まあ代表質問というのは基本的にはそのまあ政権を追及する野党のまあ見せ場であるわけですよね。まあ今回はまあしかも真後ろにまあ総選挙が控えているという中で、野党が非常にヒートアップしていた、力がこもっていたと思いますね。昨日は立憲民主党でしたけれども、やはりその政治と金の問題をまあ非常に全面的にも出していて、その政権のこうイメージダウンを狙うような戦法というのもいろいろ見られたと思います。その森友の問題もそうですし、甘利さんが国会で説明しないのかというあたりもかなり舌鋒鋭い質問があったと思いますね。で、もう一つはその経済政策、今国民的にも非常に大きな関心事だと思いますけれども、まあ、この点については逆に言うと立憲民主党にとっては岸田さんというのはまあ対抗しにくい実は相手であって、というのもその岸田さんが掲げているその分配というのはまあ立憲民主党も言っていたことで、まあ非常に近しいわけなんですね。だからこそこの経済政策でどうやって差別化を図るかというところに腐心しているように見えました。まあその中で出たのがその金融所得課税の話だったんだと思うんですね。まあこれについてはその岸田さんは確かに総裁選挙中は、まあこれも、考えていかなければならないというふうにこう、まあそれを言及した時点で前向きだというふうに取られたわけですけれども、本人の中では、まあ他の賃上げ政策だったりとか、まああの保育士の給与を上げるとかですね、その全体像の中の一つとして挙げたつもりだったんだが、これ目玉だったんでしょうと。もう白旗ですかというのふうな、まあ戦略的に使われたというところになりましたよね。まあ立民としてはここを差別化の、まあ、一つとして取りたかったということだと思います。まあ一方で岸田さんにとってはこれは本当に分配政策のうちの一つなんだというところで、まあただとはいえやはり株価が下がるということはこの政策を出せばですね、こう読み込めた部分ではあるので、まあそれに対してどうもやはりあのトーンダウンしたと取られてしまうことに対しての想定がやはり少し甘かったんじゃないのかなというところは反省材料ですし、やはりこれが目玉だと取られるのはそれ以外の分配政策のやはり具体性が乏しいからということに尽きるわけで、その賃上げする企業を税制面でも優遇すると言ってますけれども、具体的にいつまでに、まあ、次の税制改正で何を主軸にしていくのかをやはり出していかないと、あの金融所得課税の話をずっと選挙中も持ち出されるということになると思うんですね。そのあたりやはりあの少し甘さだったり具体性の乏しさというところがある点の修正が、まあ、政権にとっては必要なんだろうと思いますね。そうですね。だから昨日も少し話したんですけども、総裁選の候補としての岸田氏として語れる理想の部分と、うん、じゃあ実際もう総理なんですっていう、ことで、株価を下げるわけにはいかないとか、うん、それから、実際に政治をやる上で他の人の言い分とのバランスみたいのを取らなきゃいけないっていうに対して、まあ、野党側はそこは自分たちの掲げてる理想をぶつけられるっていうことではあるので、うん、なら、なんでしょうね、現実の岸田総理が、まあ、できることって何なんですかっていう話を、やっぱちょっと聞きたいなっていう。うん、で、その、まあ、バランス、与党内のバランスとしては、やっぱりその公明党の案にも理解を示すみたいなこともやっぱり
やらなきゃいけないわけですよね。そうですね。現金給付については、その、去年もその公明案を飲むのか、その自民党案で30万でいくのかっていうので、まあ、政調会長して岸田さん苦い経験をしていますのでね。まあ、今回はその、しっかり事前調整をした上で、まあ、与党として一本化した政策をきちんと出したいということだと思います。なので、あまりこれもその具体策としてしっかりこう、与党としての方針を早く示すこと、このスピード感も重要になってくると思いますよね。まあ、で、同時に、ただこの、岸田総理の今までの発言を、見ていても、ちょっと気になるのは、やはりこういったその経済対策、補正を組んでやっていくことで、国民の雰囲気も変わることを期待しているというような発言を何とかされてるんですけれども、国民の雰囲気って現金給付で変わるほど甘いものなのかなっていうところは、やはりちょっと考えていただきたいところではあると思うんですね。やはり困窮家庭にとってその一時的なこのものにで何かが変わるかっていうとそう変わるものではないですよね。本当に明日の暮らしが厳しくて、子供も給食しかご飯が食べれないお家もあるわけです。で、やはり休業されている事業者の方も非常に多い中で、やはりこれだけではないその抜本的なその分配というのはどう実現できるのかっていうところをやはり全体像を示していただきたいなと思いますよね。あとは財源の問題も同じくありますよね。これは野党も同じですけれども、野党も今その給付もそうですし、あと立憲民主党は例えば昨日の質問の中でもその消費税の 5% の次元的に、実現するんだと言っていますが、あとその所得税の減税も含めると18兆以上のですね、税収の減収になるんですね、うん、でそれの財源をじゃあどうするのかっていうあたりは野党からも言及はないので、そこはですね、しっかり財源も含めた全体像を示すべきですし、我々有権者も本当にこれって実効性あるのかなっていうところをしっかり見極めて投票に臨む必要があるなと改めて思いますね。でもその今岸田さんがおっしゃった、岸田さんがおっしゃったほとんどややこしいですね。ごめんなさいね。でも今おっしゃったね、はい、国民の雰囲気が変わってくれればってとても俺正直なんだ、正直でいいのかどうかは別と、多分正直なんでしょう、はい、でもそのいくらあげます、あ、私いくらもらえるんだっていうだけの話ではやっぱりいけないと思うんですね。どこでこういう困り方をしている人をケアするためになのでこうなるんですっていうような、この今コロナっていう、ことの捉え方、ね。捉え方から、何に配るべきなのかっていう話だから、雰囲気変わるといいな、の配り方は、やっぱりばらまきみたいな言われ方をちょっとしてしまうんじゃないかっていうのは確かに思いますね。で、そんな中、そのコロナの捉え方だと思うんですけれども、はい、まあ、順調に、いわゆる感染者の人数は減ってますね。そうですね。もう本当にこれもなんでなのかってあたりの検証を本当にぜひしていただきたいところですけれども、とはいえこの機会を次への備えに当てることが、政権にとっても、その行政府、自治体にとっても非常に重要な責任になってくると思いますね。で、その岸田政権でじゃあどうするんだっていうところをやはり期待する部分としては、その健康危機管理庁を作って司令塔をとにかく作るんだと。まあ今までそこが足りなかったので、例えば医療人材を集めるっていう時に号令をかけられなかった、自治体にも強い権限で臨めなかったと言って総裁選、まあ勝ったわけですので、それをじゃあいつ出すんだろうなっていうところがですね、もう総裁選終わってちょっと経ちますしね。本当でしたらこの所信表明、の中でもぜひこれをいつまでにこういう形で出しますよということをやっぱりお出しになってほしかったなというところではあると思います。昨日の答弁聞いていましても三大臣に対して近日中に指示しますという結局いうことで、あ、まだしてないんだって思われた方結構多いと思うんですね。その全体像を示すこともそうですし、あと政策の全体像と合わせてその組織ですね、その司令塔を誰に、するのか、どういった形で置いていって権限を誰を1位にして、厚労大臣はその下なのか上なのか、同列だとまた同じことになりますよね。そのあたりはやはり説明が、まあ、選挙前に必要だと思いますよね。で、何よりこの東京でコロナが50人を下回りましたよっていう、この時だからこそ、
僕はあの、まん延防止とか金融、なんとかみたいなのが、もうちょっと有名無実化したり、境目がわかんなくなっちゃってることを、僕今整理しておいた方がいいと思うんですよね。これで第6波みたいなものなんか来ないで、そのままなくなってくれるのが一番の希望だけども、そうはみんな思ってないわけですよ。そうすると、次にもう一回出さなきゃならない時に、名称を一新するんでも、区分をちゃんとするんでもいいんですけど、こういう兆候の時に、この名称のものを出します。で、言って、それは制限されることがここまでなんですっていうことを、僕は多分今やっとくことなんだと思うんですね。出るの、出ないの、何が出るの、で、これが出るとどうなるのっていうことを、例えば飲食店の人わかんないわけですよ。おい、来週からもう出るらしいよみたいなことで、うん、どうすんの仕入れ先はみたいことをまたやるんですかっていうのをすごく思うんですね。で、そうするとここまでコロナのことが分かってきて、指針にするべき数字は、例えばマスコミは感染者数ばかりを言うけども、どうやらこの数字だと。で、この数字がここに来たら、まあ、新しい名前でもいいです。今までのものを整理し直したもんでもいいです。これを出ますを、今決めないでいつ決めるんだろうって。そんなの偶然使わない日が来るならそれが一番いいですよ。でも、僕はそれをきちんとやっとくことが割と大きなこう対策だったり、今、何をやっていいのかみたいことがはっきりするような気がちょっとするんですけど。そうですね。うん、やはり、菅政権の最後の方で、その指標を見直そうということになって、その医療の逼迫具合に、あとは重症者の病棟のですね、逼迫具合ということに主軸を置いていこうということにはなりましたけれども、それをこう改めて、ワクチンがこれだけ進んでいる中で、どのくらいのパーセンテージなのかということを改めて説明する必要もあるでしょうし、同時にワクチン検査パッケージを緊急事態宣言を出さなければいけなくなっても使っていこうという、考えが政府内にはありますので、はい、その整合性ですよね。やはり医療やが逼迫しているのに、はい、ワクチン打ってれば、検査陰性証明があれば動いてっていいのかっていうところの、薬がない時点でですね、この冬を迎えるにあたって、それでいいのかっていうところを改めて、こう、なし崩し的に進まないようにオープンな議論が必要だと思いますね。あと自分なんか個人的に気になるのは、2回打たせてもらいましたけども、じゃあ自分の抗体っていうのは、どれぐらいのタイミングでどれぐらい下がっていくのか、みたいことの、こう、追跡調査みたいことっていうんですかね、何万人でも決めて、で、じゃあこの時期から実は抗体っていうのはみんな下がってくるので、うん、そうすると3回目はこの時期に打たなきゃなんないみたいことって、多分今やっとかないと、データが取れないことがいっぱいあると思うので、うん、なんかそのあたりを、早急にちょっとお願いしたいかなとは思いますね。そうですね。はい。ということで岸田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あなたのそばに揺らぎがちな年齢だから健やかで美しくありたい。エクオールと発酵高麗人参エキスがあなたの毎日をサポートします。気になりだした女性たちにオリヒロエクオール&発酵高麗人参。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。いつの時代も暮らしに役立つエネルギーをお届けしている三つうろこ。ご家庭の電気やガスも三つうろこ。お申し込みはネットで完結。三つうろこ電気、三つうろこガスで検索。ライフスタイルプロデューサーの三つうろこです。ここで司法書士法人中央事務所からのお知らせです。このラジオを聞いている方の中で昔少額のキャッシングやカードローンをしていた方はいませんか？もしいれば自分には関係ないと思わず1分だけお時間をください。キャッシングやカードローン経験者を対象に返金される現金のことを過払い金と言います。利用金額が少ないため自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いですが、それは誤解です。過払い金の利息は受け取っていない期間に増額するので、たとえ利用した額が少額であっても現金を受け取れる可能性があります。ちなみにあなたが現金を受け取れるかの確認に費用はかかりませんし、お手続きをした後でも過払い金がなければ費用はかかりません。もちろん受け取る金額以上の費用もかかりません。代表は
法務大臣認定司法書士の福間直也。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しにお電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。この CM を聞いた方は無料の確認ダイヤル0120-10-10-10 10-10-10 にお電話を。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は曇りで弱い雨の降る時間がありそうです。お洗濯物は部屋干しとなるでしょう。で、昨日の予想よりはかなり曇り寄りに変わってきました。関東南部は午後を中心に一部で弱い雨が降りそうです。で、北部は朝から夜にかけて時々雨が降るでしょう。まあ、強く降ることはなさそうです。夜遅くなると各地とも雨が降りやすくなります。で、気温は朝からあまり上がらず、昼でも20度から22度くらいでしょう。まあ、朝の服装で1日過ごせそうです。で、明日は雨が降ったりやんだりで、昼前後は本降りとなりそうです。で、気温は今日よりさらに低くなって18度から20度くらいと、雨が冷たく感じられるでしょう。木曜日になると晴れ間が出そうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。新米記者松本穂香の研修ログ。10月は私が女優になる日の演技バトルを勝ち抜き、ドラマこの初恋はフィクションですに出演する新人女優の皆さんを取材中。今週は高校1年生阿光花さんが登場します。10月15日金曜お昼11時40分頃に放送です。時刻は9時22分になりました。TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。外環自動車道外回りは川口西で4キロ半を10分です。首都高速道路は4号線の上り永福付近の渋滞は中央道へ3キロ半伸びています。この首都高速道路、この他は7号線の下り京葉口付近左側にトラックが停止しています。1キロ半通過には10分。川口線の下り鹿浜橋付近の故障車は移動しました。一般道路は神奈川県内、横浜市内の国道246号線の上りは江田駅東付近で2キロ、埼玉では県道足立越谷線の上りは越谷駅前で1キロ半、千葉の国道16号線の内回りは柏市尾張塚交差点で2キロ半、都内では玉川通りの上りが池尻高速入り口付近で3キロ半です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時51分頃お伝えします。No、 なんだ紛らわしい。わしとタコは同じ種類の鳥でな。嘘、大きさの違いで呼び名が変わるんじゃ。紛らわしいな。広告の紛らわしい、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 0335412811 または JALO で検索。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は科学研究実験器具の日。 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。
対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここでラジオ CM の CM です。音声広告の制作をお考えなら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオなら自社スタジオで経験豊富なスタッフが直接お手伝いいたします。 CM 制作の価格表もご用意しました。 TBS ラジオ資料で検索。俺の五つ星。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。皆さんにもきっとあるはずです。思い出とともにあるあの味が、学生時代に入り浸ったあの食堂のあの丼、家族がたまに連れて行ってくれたあのレストランのあのスープ、あの味、あのお店、今はどうなっているのでしょうか。俺の五つ星。じゃ、時刻は9時26分です。ここからは思い出のメニューやお店を調査報告してもらう俺の五つ星コーナーです。今週リポートしてもらう案件はこちらです。45歳女性、ともさんの俺の五つ星。ピエロの顔のアイスクリーム。荻窪に住んでいた40年ほど前、いつも食べていたピエロの顔のアイスクリームのことが、幼い頃の素敵な記憶として今も心に焼き付いています。このアイスを買ってもらっていたのは、母と買い物に行くスーパーの出入り口にあったジュースやフローズンドリンクを販売する小さなお店でした。注文するとお姉さんが、ちょっと待ってねと言いながら、丸くすくったアイスを三角コーンの上に乗っけます。三角コーンをピエロの帽子に見立て、赤い砂糖漬けのチェリーをアイスに乗せてピエロの鼻にして、チョコペンか何かで可愛い顔を上手に描くと、細かいつぶつぶのカラフルなチョコをたっぷり振りかけてくれました。しかし、しばらくして家族で川越に引っ越したので、それっきりになってしまいました。母は西荻窪で買っていたかもしれないというのですが、あの大好きだったピエロの顔のアイスを今どこかで食べられないのでしょうか。何かご存知の方は教えてください。さあ、この案件リポートしてくれるのはこの人です。おはようでござる、お侍ちゃんでござる。さあ、今日も和服を、はい、ねえ、持ち前のちょんまげと和服でラジオなんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、40年前に食べたピエロの顔をしたアイスで、まあ、思い出が漠然としてるのは、荻窪だったか西荻窪だったかで、覚えてるのはスーパーの入り口にあった小さなお店ですね。丸くすくったアイスを三角コーンの上に乗せ、三角コーンをピエロの帽子、赤い砂糖漬けのチェリーをピエロの鼻にして、チョコペンか何かで顔を描いて、まあ、作ってた。で、細かいカラフルなチョコも振りかけてくれた。味とかよりももうちょっとそのフォルムがもう懐かしい友達みたいなことなんでしょうね。40年前の方、あと手がかり薄い感じなんですけど、さあ、お侍ちゃん、何か情報はありましたでしょうか？はい、ありがたいことに昔の案件ですけれども、頂戴しております。
侍がですね、カタカナ多めの調査報告になりますけども。まあそう、ピエロだもんね。はい、同家、同家。はい、そうですね。同家の氷河子を。そうですね。牛の乳冷やし固めですね。いや、もう分かるんですよ。分かりました。牛の乳冷やし固めはもう分かる。じゃねえよ。アイスクリーンじゃないんですね。アイスクリーンを持った後か。アイスクリーンはやっぱりちょっと開国されてからだよな、おそらく、ね。はちょっとアイスまだお目にかかってないですから。お侍ちゃん、はい、面倒くさいんで、その辺で。はい、お願いします。すいません、行かせていただきます。まずは53歳女性ドロコさんからの投稿です、はい、ピエロの顔のアイスを私も食べた記憶があります、うん、しかし私が食べた場所は池袋駅の地下です。離れた。そのお店はディッパーダンという名前でした。フローズンヨーグルトがメインのお店でピエロ顔のアイスもヨーグルト味だったと思います。ただその場で店員さんが作ってくれるのではなく、アイスクリーム部分の顔にコーンの帽子を上に乗せた状態でガラスケースの中に並べた状態で売っていました。ずいぶん陳列の方法が違うので関係あるのかどうかはわかりませんというですね、池袋駅の地下にあったディッパーダンというお店でピエロのアイスを食べたという投稿をいただきました。まあ場所も売り方も違うんだけどね、この、まあ、俺、ディッパーダンを知らないんだけど、それディッパーダンがチェーン店で定番商品で、マニュアルがあるとすれば、うん、池袋の地下みたいにひっきりなしにお客さん来るところはもう作り置きしてあって、ね、みたいことも俺は考えられると思うんだよね。うん、で、どれぐらいこのピエロのアイスというものが珍しいのかとか、だけど、40年前に俺はピエロのアイスを見た記憶はあんまないけどね。うん、さあこれはどうなの、はい、でまあ依頼者のトモさんはですね、店員のお姉さんがその場でピエロの顔を作ってくれたとおっしゃってるんですが、うんうん、投稿を送ってくれたドロコさんはピエロの顔のアイスがショーケースに最初から並んでいたというふうなことなんですけれども、まあそうね、まあそこはちょっと違うんだけどね、はいはい、で、ディッパーダンさんについて調べてみたところ、はい、今もチェーン店として営業していました。チェーン店なんだ。はい。はい。はい。で、ディッパーダンさんは、ダイエーグループがアメリカのディッパーダン社と提携を結んで作った会社でございまして、現在はクレープをメインに販売しているお店で、全国に150店ほどもあるということなんですね。なんか我々が知らないだけで見ればわかんのかな、ディッパーダン。ディッパーダン、はいはい。で、そしてですね、ディッパーダンさんを運営する会社、オレンジフードコートさんに、荻窪か西荻窪に店舗があったかを聞いてみました。なんか猛ダッシュで最短距離で何か近づこうと侍がすごい勢いで来てますけど。ちょっと猛進で行ってやろうかなと。はいはいはい。はい、で、当時ですね、荻窪、西荻窪にお店があったか、わからないそうなんですよね。そうそうね。はい、そうそうね。まあ、何分40年前のことですから、うん、当時のことを知っている人間がいないので、まあ、わからないそうなんです。はあ、はあ、で、はあ、そして、ピエロのアイスを出していたかということについても、聞いてみました。はい。わ、はい、かる人はいないそうなんです。はあ、まあそうだよな、はあ、そうだよ、だって、はあ、ダイエーグループなんだっけ。そうです、ダイエーグループもだってその昔から言うと結構紆余曲折してるしね、うん、そうですか、はあはい、まあただですね、うん、このディッパーダンサーについてネットで調べると、はい、当時雪だるま風のアイスのキャラクターがいたことが分かりました。お、あ、ちょっと資料もらいました。はい、ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ディッパーダンの昔の広告に、まさに、ボディが、丸いアイス全部で4個でできた。アメリカの雪だるまってさ、日本の雪だるま2段だけど、アメリカのやつ3段だよね。あ、そうですね。3段多いですね。で、いて、そこにコーンを帽子にして、コーンの先っぽにアメリカンチェリー刺さってるよ、これ。っていう、だからアイスの商品じゃなくて、キャラがあるんだけど、うわうわうわ、これをピエロだと思ってて、で、このキャラのものを作ってくれてたとしたら、だって、現在のディッパーダンさんは、ないっつってんじゃなくて、わからないっつってんだもんね、ここまでの段階ではね。え、これはこれはこれは。はい。で、もしかしたらですね、トモさんが、このキャラクターをピエロだと勘違いしているんじゃないか、ということでございまして。お、そうよ。はい。依頼者のトモさんにこのキャラクター見てもらいました。うん。あ、だから急にそうだよね。こいつってなるかもしんない。はい。
そうなんですよ。ということで、このディッパー団の雪だるまのキャラクターの画像を送って、依頼者のトモさんに見てもらった結果、はい、見覚えがないそうです。これではない。見覚えがない。見覚えがない。そうなんですよね。今の流れなら、はぁーの流れじゃないと、さすがに。そうだったんですよ。あの、今日なんかさ、はい、相当刀振ってるけどさ、まあ当たらないね。まあ当たらないです。生蔵もいいところに、ね、今のところなってる。やつぎばやに今刀振ってるけど。はい、で、そしてですね、返信のメールでですね、うん、私が食べていたピエロの顔のアイスはこんな感じでしたと、スマホで描いたイラストを送っていただいたんですけれども、それがですね、かわいいイラストで送っていただいたんですよ。ね、やっぱりあの、こう、持つアイスを逆にした形で、とんがり帽子だから、はい、逆にした形で、このな、イラスト、割と簡易なイラストだから、写実というのは簡易なイラストだから、このディッパーダンのキャラクターのやつに似てなくもないんだけど。いや、似てなくもないな。でも、ディッパーダンのキャラは、アイス白だけど、ちょっとこう、ピンクっぽいアイスに、まあ、これ鼻なんだね。鼻がその、とんがり帽子の先ではなく、やっぱり鼻の位置に、まあ、これがアメリカンチェリーなのかな、そうですね、が乗ったりとかしてるやつ、はい。まあ、あんまりすごい特徴があるわけじゃないが、ね。さらに重要な情報があるんですが、お母さんと話していたところ、お母さんがピエロのアイスを売っていた場所を思い出したということなんですね。うん、で、依頼者トモさんのお母さんが言うには、ピエロのアイスを売っていたのは、西荻窪の声優だったということなんです。結構でかいよね。うん、ここだけでも、こう、エッジが効いてくると探しやすいよね、うん。で、となるとですね、かなり強力なのが、このメールなんです。うん、56歳女性、チュンタさんからいただきました。うん、30年ほど前、私は西荻窪に勤務していました。うん、JR 西荻窪駅にくっつくようにスーパーの声優があり、うん、入り口を入ったあたりにショーウィンドウにたくさんの種類のアイスの見本を置いているアイスのお店がありました、うん、店名などは覚えていないのですが、何か参考になればと思い投稿しましたということで、西荻窪の声優の入り口にアイス屋さんがあったよという情報をいただきました。スーパーの入り口っていう条件も合ってるし、うん、そのお母さんが思い出した西荻窪の声優っていうのも合ってるわけね。はい。うん、で、さらにまだ情報が届いております。うん、43歳男性、直人さんからの投稿です。西荻窪、スーパーの出入り口、アイスで思い出すのは、チェポというお店です。うん、祖母が以前、西荻窪に住んでいたので、よく西荻窪に行っていたのですが、駅の北口を出てすぐの声優の入り口にあったと記憶しています。うん、最後に遊びに行ったのも30年ちょい前で、お店の名前も確かそんな名前だったと思うというレベルなので断言はできませんということなんですが、うん、声優の入り口近くにあったアイス屋さん、チェポという名前だったということでございます。急に動き出したね。ただ、動き出したきっかけとしては、ディッパーダンも聞いてるよね。ディッパーダンのこのキャラがいなかったら、二度目のコンタクトはないから、で、それを見せたところからまたちょっと、また家でも話題になりみたいなことではあると思うんだけど、はい、チェポ、チェポ。はい。で、チェポについて調べてみたんですけれども、声優旧セゾングループ傘下の会社で、現在は株式会社グリーンズプラネットオペレーションズという名前になっておりました。あるんだ、あるんだ、はい。で、現在はチェポという名前のアイス屋さんの店舗はないんですが、うん、様々な飲食店を運営している会社でございます。ということで、グリーンズプラネットオペレーションズさんの問い合わせフォームから、チェポでピエロのアイスを出していたかということを聞いてみました。はい。そうしましたらですね、非常に丁寧に社員さんやアルバイトの方に話を聞いて詳しく調べていただいたんです、うんうんうん、はい。で、ピエロの顔のアイスについて何もわからないということなんです。今はかなり振りかぶったよね。今は、はい、うん、振りかぶらせていただきました。今朝掛けにズバーっていくかと思ったよね。そうですね、はい。全然刀振り下ろせなかったんですけれども。ああ、何もわからない。はい、何もわからない、はい。で、西荻窪にチェポがあったのは間違いないのですが、はい、はい、はい。
まあ、すでに閉店しており、ピエロのアイスについて何も記録が残ってないということなんですよね。でもこれさ、チェポだとすると、チェポだってチェーンで展開してれば、声優にいっぱいあったはずだよね。うん、そうすると、その、本部のグリーンズプラネットオペレーションズはわかんなくても、私もマニュアルでこのやり方を知っていますっていう人が出てくれればですよ。今現在、そのチェポでこのアイス自体は作ってなかったとしても、俺こんな言い方申し訳ないけど、まず大事なのは俺フォルムだと思うの、今回に関しては。だから、割と、この色のアイスです、これですっていうのをやって、マニュアル通りの同じもの作るっていうことで、俺はここに目があるような、チェポラインに、結構目、いける、巧妙が指してませんか、これ。はい。で、グリーンズプラネットオペレーションズの方も一生懸命探してくださいまして、まあ、せっかくの素敵な思い出のお役に立てればと思いましたが、ご期待に添えず、誠に申し訳ございませんと、おっしゃってくださいました。ということで、チェポのラインがね、ここで止まってしまいました。うわぁ、結構、強力な、はい、無理にお侍ちゃんに合わせるんなら、はい、街道で言うと東海道ぐらいかなり、まだね、東海道中山道クラスの細い道じゃないですよ。通行止めになりますこれ。いや、まだちょっと可能性はね、残してあるんですけれども、はい、まあ、ここで足元を救われるような情報を一通ご紹介したいと思っております。はい。51歳女性、うぐいすきなこさんからの投稿です。ピエロのアイスは、私も子供の頃、1970年代の半ばに食べたことがあります。時期としては一緒。はい。はい。甲に乗ったアイスが逆さまにひっくり返ったような形で、ピエロの顔にデコレーションされていました。おー、イラストと一緒です。はい。私が食べたのは、東京五反田駅前の31です。なんと、基本中の基本、31でピエロの顔のアイスを食べたという情報。こちらがいただいたんですね。この番組でもよくさ、プレゼントとかでお世話になってる、まあ、バスキンロビンス31ってことですよね。王道中の王道ですよね。王道中の王道だけど、31俺結構昔から行ってるけど、1970年代半ば、31でございます。で、調べてみたんですが、31が日本にできたのは、1974年4月、目黒に1号店とトレーニングセンターができたようなんですね。そうなんだ。俺の子供の、まさに俺のバッチリ子供の頃に、うちの近くだと、都電の王子、京浜東北線の王子の東武ストアの前に31できたよ。多分この頃。うん、うん、うん。でも次にですね、この31が西荻窪の声優にあったのか調べてみました。うん、はい、はい。で、声優の西荻窪店さんに電話をかけたところ、うん、昔のことはわからないということでございました。はい。はい。なんか、もう慣れました、慣れました。今日素振りですか？なんか僕ら真剣で試合をすると聞いて、集まったんですけど、はい、今日お稽古の素振りの日なの？ちょっと待ってください。はい。はい、さらにですね、声優の近くで昔から営業しているお店にもこう取材をしてみたんですね。そうしますと、吉田製菓店さんというお花屋さんが、声優に31があったことを覚えてらっしゃいました。ちょっと待って。はい。チェポもあったんだよね。はい。チェポもあったんだけど、さ、まあ、時期がどれぐらいかわかんないけど、はい、31もあった。どっちもあったんですね。そうなんです。はい。はい。ただ、吉田製菓店の方も、ピエロのアイスについては覚えてないということなんですよね。俺は、多分その王子に31ができたのが、多分小学校の中学年か高学年ぐらいだと思うのね。その頃やっぱできて、あ、さ、こんなアイスだけの店あんだっつって、結構行ったんだ。でも、80年代は、の、本当にド頭ぐらいは、そんな、その感じのアイスはもう全部あのコーンの上に丸いの乗っけてくれて、ダブルもまだあったかどうかぐらいだと思うんだが。で、31さんの方に電話をかけて聞いてみました。はぁ。で、31にピエロの顔のアイスを販売していたか聞いてみましたところ、日本に31がオープンした1974年から数年の間だけ、
ピエロのアイスクリームを作って販売していたそうなんです。ごめんごめん。俺も竹内ももう空振りをするんだけど。絶対切れないと思ってました。そうなんですよ。え、オープン当時のみ。そうなんです。数年の間だけ、販売をしていたというふうなことなんです、ね。これすごいね。まさかの31。うん。で、まあ、そうなんですが、うん、ただ、現在は、ピエロの顔のアイス、こちらね、販売しておらず、うん、まあ、覚えている社員の方もいたんですが、ピエロのアイスについての資料などは残っていないので、詳しいことはわからないというふうなことなんですね。うん、まあ、一応ですね、31の人にも、トモさんの描いてくださったイラスト見てもらったんですが、うん、まあ、形としてはこんな形だったと思うというふうなことでございました。うん、ということで、今回のリポートはここまでなんですが、まあ、どうやら、誰もが知る31が日本でスタートした当時に、うん、たった数年間だけやっていたサービスなのではないかと、いう風なことでございました。だちょっと思うのはアメリカからすげえの来たぞ感はあったのよ、なんか、うん、漠然と。でいて、なんかアイスって子供だけが食べる割とイメージだったの。要するにカップのアイスにしろ何にしろ、それを大人も行くんだイメージの感じだったの。うん、でいて多分だけど子供のターゲットが喜ぶようにっていうんで、おそらくこういうのを作ったんだろうね。だから、伊集院さんが王子のその31ですか、行ってた時には、もう販売してなかったんでしょうね。もうないんだろうね。あと、アメリカの子供に比べて、日本の子供ピエロ怖がる説ってない。俺の中ではちょっとある。俺は割とそうだったから。うわぁ、もちろんこれで、多分今言ってる状況からすると、突き止めはしたと思うの。うん、あとは、その、31で昔バイトしてた人が、写真はなくとも何かマニュアルを覚えてて、31って割とフレーバーの、そのフレール復刻されたりとかするじゃん。オリジナルストロベリーとか出たりするじゃん。うん、そうするとこのイラストのピンクがストロベリーだったとすればってやっていくと、軽い再現ができんじゃないかが、うん、まあ、最後の頼みの綱かな。そうですね。まあ、でも、やっていた期間がめちゃくちゃ短いですからね。はい。いや、この74年からちょっとの間、31でバイトしてて、この作り方知ってるような人がいたりしたら、ちょっとまだ、もう一情報あると嬉しいけど、まあまあ、でも、たどり着いたっていうことかな。なんか、ちょっと東大元暮らしというか、はい、知らないチェーン店をすげえ教わった後に31です。そのちょっとここなんだっていう31マニアの人とかいないのかな。あ、でもいらっしゃる。そういう人とかが何かで写真持ってたりとかすると、うんうん、俺今回大事なのは俺絶対フォルムだと思うんですよ、はい、うんうん、なんかちょっとこんな話聞きましたっていう人がいましたらですね、まあ、ちょっとだけ期待をしております。些細な情報で結構です。情報たくさんください、じゃあですね、私もこういう案件があるんですけどもそうですし、今までのものに対する情報でも結構です。宛先を竹内かなえからお願いします。はい、メールアドレスはアルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954 0355620954、 おはがきの宛先は郵便番号107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと俺の五つ星の係まで。メッセージにはおところ、お名前、電話番号もお忘れなくお書きください。そして番組ホームページにある投稿フォームからもご投稿いただけます。ちょっと待って。アメリカにまだあるってことないの？それはあるかも。あるか、アメリカは、はいはいはい、子供ピエロ好きや、これ日本だって好きだって言うなって、もともとこの案件くれた人好きなんだから、アメリカからマニュアルが渡ってきたばかりの頃の31にあったっていうことは、アメリカにはまだあったりとか、あとアメリカの31には資料が、
あー、だったらリポーターお侍ちゃんじゃなかったわ。アメリカよ、ええじゃん。いや、黒船乗って行かしてくださいよ。黒船、またコロナで黒船が出ねえしな。ということで、俺の五つ星コーナーでした。お侍ちゃん、お侍ちゃんだって。最後の最後に、アイスクリームとくっついちゃった。お侍ちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ケーズ電機。安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税込み1100円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安い、ケーズ電機。 TBS ラジオ公演、加藤登紀子ほろ酔いコンサート2021花物語。温かい歌声でじっくりと心にしみる名曲の数々を聴きに来ませんか。歌を大きな花束にしてあなたに届けます。12月10日横浜館内ホール、12月25日26日ヒューリックホール東京。お問い合わせは 03-3352-3875 トキコプランニングまで。 TBS ラジオ905。俺の五つ星、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は使う時間は1回たった10分。立って揺れることで運動不足解消とスタイルアップを目指せる振動フィットネスマシン、ポルトウルトラウェーブアドバンスを紹介します。ボード型のマシンの上に立ち、振動に合わせて全身を揺らすことで有酸素運動、筋トレ運動、体幹運動が同時にできます。二の腕など上半身も鍛えられるフィットネスバンドもセットです。さらに歩行に必要な足の筋肉を刺激する EMS 機能を搭載、歩く力もトレーニングできます。お値段はメーカー直販サイト価格税込み 54,780 円のところ 34,800 円引きの税込み 19,980 円、19,980 円です。ただし10月15日までの期間限定特別価格です。さらに特典として2200円の専用マットをお付けします。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。街に賑わいとぬくもりを、それが私たちの理念です。街の明かりになる、それが私たちの目標です。パチンコ&スロットキコーナ、全国第3位、160店舗展開中。街の明かりキコーナ。高橋真理子、ついにさよならコンサート開催決定。 TBS ラジオ主催高橋真理子コンサート2022アワーデイズラストデイト東京公演は来年1月30日と2月5日6日の3日間開催。詳しくは高橋真理子オフィシャルサイトをご覧ください。相続や遺言どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583555583。相続遺言は NCP グループ。膝の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。歩き始めや階段の上り下りだけでなく立ち座りも痛くて、ここ2年ぐらいは年だから仕方がないと諦めてました。そんな時ラジオで通算等を知り、これはと思い電話したんです。膝の痛みがなくなってスキップができたら嬉しいですね。膝が痛かったら無理ですものね。ラジオの前の皆さんは膝大丈夫ですか？再春館製薬所の通算等は、関節炎による膝、腰、肩、肘の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、305-305、年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、
無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。お電話は 0120-090906 090906バイセル。時刻は9時54分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は中央環状線の内回り初台南付近、右側で乗用車同士の事故のため2キロほど流れが悪くなっています。この影響もあり4号線の上りが混んでいます。西新宿ジャンクションを先頭にした渋滞、中央道へ2キロ伸びています。断続的ですが合わせて12キロ。この他の首都高速道路は7号線の下り、京葉口は左側にトラックが停止しているため1キロ半を10分です。神奈川県内では横浜市内の国道246号線の上り、江田駅東付近では2キロ。埼玉県内では国道17号を上り、本庄市小島5丁目で2キロ、千葉の国道51号、四街道市吉岡は千葉方向が2キロ、都内では神奈良通りの内回りが大原で3キロです。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時26分頃お伝えします。偉い人たちの言った言わないも知るべきことかもしれない。でも声の大きな人ばかりニュースになるのはどうだろう。社会の日常に潜む小さな声にこそ伝えるべきことがある。気づいて、社会をつなぐ言葉で紡ぐ毎日新聞創刊150年。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からスタジオにキノコライターの堀ひろみさんをお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは一枚の写メ、一枚の写真。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗を使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、国産シャインマスカット果汁を使用したシャインマスカットゼリー、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の不二家デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。なんかやっぱり、まあそれは最初にテーマを設定した時も思ったんだけど、今時の写メとそのフィルムの写真の意味合いみたいなのが結構やっぱ違ってちょっと面白くて、僕と同類、猫山さん52歳の方、ありがとうございます。うちの玄関の鍵の持ち手部分のアップの写真があります、うん、長年使ってきた鍵が劣化して微妙に開けづらくなってきたので新しい鍵を取り寄せようと思って、うん、鍵に刻印された固有の番号を読もうとしたら、刻印自体もすり減って目視じゃ読めない、うん、僕も細かい字が読めないから、うん、やたら電化製品のちっちゃいシリアル番号とかを一旦写メで撮るのね、はい、でね、スマホで撮影したこの画像をもうすごいすり減ってか、それでも拡大しても読めないんだって、うん、一旦パソコンで取り込み画像処理ソフトで明度やコントラストを調整してなんとか番号を浮かび上がらせて確認できました。無事に業者さんから新品の鍵を取り寄せて快適になりました。もうやってることが FBI のやることだ。そうですね、仮想研暗い写真とかをこうそれ明度とか調整するとうわもう一人いるって結構分かったりするんだよね。そうなんで
ですね。すごい。山崎の肉まん。芦田愛菜です。山崎の肉まんはいつでも簡単、レンジですぐにほっかほか。これこれ、山崎の肉まん。幸せ。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。さあ、この音が鳴ったということは、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴスーパーのお時間でございます、はい。みんな電力さんご提供のコーナーです、みんな電力さんはコンセントの向こうでどんな発電所が電気を作ってるかを考えてほしい、気候変動待ったなし、この今こそ自然エネルギーを使ってほしい。で、その第一歩として毎月自分がどれくらい電気を使ってるか検針表をチェックしてほしいという、まあ、願いを持っているということで、できた企画です。仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検針票、それがそのままビンゴカードになります。生放送で3桁の当選番号を決定発表します。で、お手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁とその数字が一致した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントしております。で、検診票は2019年2月分から有効です、ただし個人宅のものに限りますと。さあ、まずは前回第141回の当選者の発表です、当選番号が021021で一致したぞということで、ご応募いただいた方28名、でその中から抽選で選ばれた当選者の方、千葉県船橋市にお住まいの石田光一さん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、1万円お送りさせていただきます。なんか久しぶり竹内かなって感じ。はい、なんかやっぱりビンゴといえば安田さんっていうイメージが。そうだよね、安田、ね、なんか安田が歌うイメージですけどね。さあ、竹内かなえの手元に赤青緑3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて、出た目を赤青緑の順番で読み上げて当選番号の決定です、そして3つの数字の中でゾロ目が出たらボーナスチャンスです、出た目が2つ揃ったらビンゴした方の中から5名様に、3つ全部揃ったら10名様にみんな電力さんの発電所にまつわる特別プレゼントを差し上げております。それでは今月のプレゼントはこちらです。千葉県大網白里市の非加熱無添加蜂蜜春の里です。なんかあのあたりはすごいお花の多いところでさ、そこで蜂蜜が集めてくる、蜂が、蜜蜂が集めてくる蜂蜜、ちょっと美味しそうだね。さあ、第142回です。みんな電力プレゼンツ電気ダイビングスーパー当選番号の決定と発表です。それでは久しぶりの竹内さん、はい、ダイスをお振りなされ。よいしょ、オープン、はい。さあ、まずは赤3、青0、緑0、当選番号は300です。僕は竹内からのダイスを見てなかったんですけど、もう声に私ゾロ目出しましたよ、褒めてくださいがもうすでに入ってたからね。300です。さあ、ゾロ目が出ました。2つ揃いましたから、5名様にプレゼントです。そして、ここからが大事ですよ。当たったという方は検診票のコピー、もしくはウェブ明細の方は、それをプリントアウトしたものと住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りが10月16日土曜日までに番組、サイドに届いた分が有効ですね、で、当選された方には検診票に書いてある住所と氏名のもとに1万円、当たった人は1万円、それからプレゼント当たった人はプレゼントで、プレゼントの発表は発送をもって返させていただきます、
それでは、宛先を竹内かなえからお願いします。はい、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴスーパーの係まで。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れて送ってください。外れてしまった検診票も来週に繰り越して使用できるので、そのまま保管をしておいてください。はい、当たった人は1万円のチャンス、プレゼントのチャンスがステッカーのチャンスありますんで、うん、ぜひぜひご応募お願いします。引き続き皆様からのご応募お待ちしています。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴスーパーでした。ここでみんな電力からのお知らせです。ご存知ですか？今おうちの電力を再生可能エネルギーに切り替える人が増えています。再生可能エネルギーとは、風力や太陽光など地球に優しいエネルギーのこと。そこでおすすめなのが、 TBS ラジオの電力も供給するみんな電力。みんな電力は再生可能エネルギー 100% の電力会社。どこよりも再生可能エネルギーにこだわるからこそ、発電している人までわかる仕組みを採用しています。例えば埼玉県のワーカーズコープ空豆の皆さん、彼らは地域の方たちでお金を出し合い、デイサービスを運営する古民家の屋根で太陽光発電に取り組んでいます。電力を選ぶことで彼らを応援することにもつながるんです。早速あなたのお家も切り替えてみませんか？ウェブのほか、丸いモディ各店のエポスカードセンターでもご相談受付中。詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと堀ひろみと、おはようございます。今日はキノコの不思議さやときめきをお伝えしにやってきました。ラジオでは見えませんが、家からキノコシャツを着てきています。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。今日のゲストはキノコライターのっていう肩書きなんですけどキノコライターって人多分この人しかいないと思うんです。キノコライターの堀ひろみさんですね。なんかでもね、面白いなと思うのは、専門ジャンルの切り方みたいなもんってあるじゃないですか。うん、で、そうするとね、キノコを、植物何ね、まあ。あ、植物じゃないらしいんですよ、それが。金かな金みたいなジャンルとしてくくる人とかもいるじゃん。はい、じゃなくて、その、キノコっていうところでくくってるから、美味しいキノコを知りたいよっていうことも、綺麗なキノコを知りたいよってことも、その、分類を知りたいっていうことも網羅してたり、キノコグッズが好きだったりとか、まあ、要はキノコライターです。ということで、堀ひろみさん、この後登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、総合人材サービス新生梱包、東京カリンと、他各社の提供でお送りします。梶裕貴です。声優の仕事をしていると、新しいキャラクターに出会うたび、新しい自分に出会えます。そう、新しい仕事はきっと新しい自分に出会えるはず。新生梱包は人材派遣のエキスパート。新しい自分は案外身近にいるかもしれません。新生梱包で検索。東京カリンとの蜂蜜カリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。日本中どこで食べても東京カリンと。はちみつカリンと東京カリンと。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、キノコライターの堀ひろみさんは、1971年、兵庫県神戸市生まれ。学生時代からキノコにはまり、2006年、ムックキノコの副編集長に抜擢されました。2009年頃からフリーのキノコライターとなり、山歩きやグッズ作り、ワークショップに栽培、さらには著書の執筆など精力的に活動されています。本日のゲストは、キノコライターの堀ひろみさんです。
ということで、キノコ柄のお洋服を着て、来てくださっておりますキノコライターの堀ひろみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう正しい生き方です。だってお好きなんですもんね。はい。何きっかけで物心ついた時はどこからですか、うん、キノコは。いや、それが、もうキノコが大好きだって自覚したのは、大学の3年生の頃なんです。ほうほう、それはどんな時に？図鑑を、とかをちょっとパラパラっと見てて、で、ベニテングタケというキノコが、生えてるところが、あったんですけれども、はい、まあ、傘が赤くて、白いつぶつぶがついてるような、はい、いかにもザ毒キノコみたいな、あのキノコに見せられて、あ、このキノコ絶対生で見たいと思ってたら図鑑に菅平にてって書いてあったんで、ほんで、夜行バスで菅平高原に行って、探して半日ぐらいで、お友達と一緒に行って見つけたっていう。そういう。もう行かずにはいられなかった。菅平でこの写真撮ったってことは、はい、菅平に行きゃいるんだろうと。はい。もうすでに、その図鑑を通して、ベニテングダケに当たってますよね、すでにね。そうですね。でも確かに思うのは、子供の頃、自然のものとは思えない、草間弥生作みたいな、まあ、この頃知りませんけど、はい、草間弥生。でも、あのフォルムで、毒だって書かれると、何かゾクゾクっとする、なんかワクワクっとする魅力は確かにありましたね。そうですね。それまでは特にキノコに着目はしてなかったんですか？大学生でベニテングダケに出会うまでは。そうですね。それまでには、子供の頃から、滋賀県の祖母から松茸送ってもらってて、年に一回食べ放題ができるというぐらいだったので、うん、松茸の時期まだかなとか思ってたりはありました。うん、あと小学校。普通の食いしん坊ですよね、そこはね。あと小学校6年生の時に、親に、科学書の本屋さんの科学書のコーナーに連れてかれて、好きなのを10冊買えって言われて、菌類の世界っていうのを一つに選んだ。なんか出会ってる。うん。はい。まあ、その表紙にもベニテングタケ書いてあったんですけども、じゃあそこでちょっとかすってはいるんですね。あ、かすってはいます。その本今も大事に置いてあります。あのね、竹内かなえさんね、その本屋さんに行って好きな本買っていいよって結構、何かが起こる。うちもそうだったの。あ、本屋さんに行って本だけはお小遣い外で好きなの買っていいっていう家で、そう、何かにかするもんですよ。でいて、なんでしょうね。もうざっくり聞きますよ。キノコの魅力なんですか？キノコはそうですね。まず見て可愛いし、食べて美味しいし、特に、時には毒もあって、ちょっとミステリアスな感じもあるし、うん、あと森で、葉っぱとかを分解して、土に返したり、はい、あるいは、木と共生関係を持って、森を豊かにしたり、そういうキノコの生き様すべてが好きです。謎のキノコたまにいるじゃないですか。いつも。います。俺ね、今ね、その斜面の中なかったか探したけど埋もれちゃってて、ね、近くの運動公園にいつも散歩に犬連れて行くのに、はい、昨日多分なかったキノコの、でけえやつ、うん、もうコースターぐらいの大きさの、割と厚みのある薄茶色の、綺麗なキノコが、うん、何この一晩にしてこの量みたいな、見間違いでしょ？昨日見落としてたんでしょって言われるけど、ありますよね？一晩で何これみたいなやつ。はい、あります。で、うかつに食べるのは怖いから食べませんでしたけど。食べるのはもう絶対避けた方がいいと思います。よくね、キノコを食べてしまってっていうニュースが出るけど、その度やっぱり、あーっていう、そのニュースには注目されますか？そうですね。俺何年か前にびっくりしたのは、たまにそういうことってあるんだけどね。去年まで毒キノコじゃないって言われ、なんとか杉。杉平竹。杉平竹。ああ、なんか聞いたこと。食べられるキノコに分類されてた。要するに古本で図鑑なんか買うと、うん、美味しいぞぐらいのこと書いてあるやつで、集団で人亡くなったみたいな。あ、はい。あれ、なんすか突然。どうした？あの時に亡くなられたのは確か50人前後だったと思うんですけれども、はい、腎臓に何か病気をお持ちの方が、急性脳症を発症したんです。その杉平竹が原因と思われる理由で。
そうそう、なんかその体質によって毒になる人とならない人がどうやらいるみたいっていうことが急にわかるとか、うん、そうなんです。最初はなんだかわからないから、うん、なんか天候のせいで突然変異したんじゃないかとか、はい、いろんな説が出てくるんだけど、わか、なんか怖い一面もこのキノコはあるしね。で、あの腎臓に障害がある方だけでなくて普通の人が、うん、あのいきなり初手から当たってしまうっていうこともあるので、あのもう一部の人のあれやと思わずに、もう、ああそうか、まあ多少の警戒心は持ってないとダメですね、はい、そうですね。中で美味しいって言うと何ですか、一番私はこれが好き。そうですね。いろいろ悩んだんですけども、はい、長野とか北海道に行って食べた、あの、花井口の味が忘れられないです。初めて聞きました。花井口。はい。落葉とかボリとかも呼ばれてるんですけども、ほうほうほう、あの、ちょっと大きめの茶色くて、ぬめぬめしたキノコで。大きさどれぐらいですか？まあ、ものにもよりますけども、こんなもんですかね。10センチいかないぐらい。10センチ弱、10センチ弱ぐらい。で、キノコはいわゆるあのキノコの形。はい、キノコ型をしてます。で、直径だとどれぐらいですか？直径このぐらいだったかな。結構でかい。大きめの、椎茸ぐらいの大きさはありますね。はい、まあ、物にもよりますけども。はい、はい。平均取ったらそのぐらいかなと思います。どういう食べ方がそれうまいんですか？味噌鍋に仕立てるのが好きなんですけども、あと味噌汁に入れたりとか、あと、ちょっと茹でて、あの、大根おろしに入れたりして、つるっとした味わうとか。なめこおろしの食べ方ね、ある意味ね。なめこなんですけども、あの、ぬめりはなめこなんですけども、結構しっかりした、味があって、はあ、なんて言ったらいいのかな、椎茸となめこのいいとこ取りみたいな感じですかね。ぬるっとして、はい、食感は？食感は結構しっかりしてます。うわ、うまそうじゃん。もうちょっとうまそうじゃん。香りもいいの。はい。いや、ただ、やっぱりちょっと土臭さがあるので、お味噌と相性がいいんです。うわー、知り尽くしてるなー。うまそうだなー。花井口はメジャーなキノコだと何系みたいなのあるんですか？メジャーなキノコですと。まあまあ、やっぱ、なめこと、うん、いや、花井口、そうか。何がメジャーかは、専門家にしてみたら結構メジャーですけどって話になってくるわけか。ああ、そうですね。なんか北海道とかだったら、なんか、露店で売ってたりもしましたし、結構、地域の人にはメジャーなキノコなんですけども、そこをちょっとでも離れたら、知らないメジャーではないっていう、生えないから、取れないからっていうことになります。あとは、キノコもすごい売り場が充実してきたじゃないですか。そうですね。昔はまあまあ、椎茸と、はい、あとマッシュルームぐらいだったじゃないですか。うん、そうですね。マッシュルームも今、ブラウンがあったり、あとなんか開いたマッシュルームがあったり、うん、あと、あなたどなたですかってキノコも相当増えてるじゃないですか。増えてますね。まあ、そうです。でも、スーパーだと、すごく珍しいキノコいっぱい食べたい人にとっては、まあ、椎茸、しめじ、えのき、なめこ、あとあれか、舞茸ぐらいかなってか、もっとなんとかだけとか食べてみたいときは、どこに行ったら買えるんでしょうかね。そうですね。ちょっと東京の方の状況がよくわからないのであれなんですけども、デパートの地下に、その時期に行ったら結構たくさん置いてあることがあります。今おっしゃったのに加えて、京都の、私京都から来てるんですけども、はい、京都のデパートだったら、北方のタモギタケとか、山伏タケとか、あと、畑しめじとか、本しめじとか、結構いろいろ、さっきおっしゃったのにプラスして、はい、売ってます。あとほら、道の駅でキノコ強いとこあるでしょ？ありますね。俺ね、あそこどこだ？あそこどこ？尾瀬の手前ぐらいの道の駅で、よく言う、普通に売ってる舞茸は養殖のやつで、うん、でいてこう、野生の舞茸ってのはものすごい高価で難しいんですの、中間ぐらいの、なんかこう、露地栽培の舞茸みたいの売ってんだけど、格段に味が違うのと、足が速いから、はい、今日売れないとってものをえらいおまけしてくれたりとかするんですよ。中でこれからブレイクしそうだなみたいなキノコってありますか？そうですね。私の中では仁王しめじが来そうな感じがします。俺が怖いのはね。
キノコで警戒しちゃうのは、仁王とか、ちょっと怖い名前ついてるやつって、毒イメージちょっとあるじゃないですか。うん、あとなんか、海外だと神秘的な名前ついてるやつ、結構毒のイメージなんか俺の中にあって。デストレングエンジェルとか。何そいつ、エンジェル。あ、毒キノコです。あれ面白いですよね。海外って幻覚系の毒出るやつに妖精の名前ついてたりとか妖怪の名前ついてたりとかすげえするんですよね。はい。でも話ちょっとそれましたが、仁王しめじ。はい。仁王しめじはどこでよく取れるんですか？結構、いろんなとこで発生が報告されてるんですけども、うん、私が最初に見たのは、東京都内の、公園で、生えてるよって、教えてもらって、翌朝早めに行ったら、なんか、巨大なのが、ボン、ボボン、ボンと。どれぐらいですか、直径。でかいと。でかいと、こんなもんですかね。これ、1メートル。おい！株です、株。群生する。はいはいはい。群生する人株。びっくりした、俺、マンホールにさ、ポールがついたみたいなやつ。いるのかと思ったら、ちょっと説明が悪かったです。キノコ群としてね。そう。そうです。1個あたりは ?1 個あたりでも、こんな結構でかいですよ。その大きさだと20センチぐらいはありそうじゃないですか。ありましたね。何色？白からクリーム色程度。これ写真、これ写真ですね。これ、これ。はい。俺見たやつこれかも。あ、そうですか。きい。急にだったよ。うん。傘が直径10センチから30センチ。でかいでかいでかい。はい、表面の色は白もしくはクリーム色。はい。そう、濃い、俺は濃いめのクリーム色だったな。ああ。は、これは美味しい。あ、これはですね、私は生えてたやつは、こういう、公共の土地だったから取らなかったんですけども。偉いですね。2年前ぐらいから、はい、通販を始めたところがあるんですよ。はあはあ、栽培を、に成功なさって。なるほど。ほんで、パックに、大きいパックにぎゅっと詰めて、ほんで通販をしてはって、それを食べたんです。うんうん、そしたら、十分に火を通さないと、やばいので、半分に切ったりとかいろいろして、十分に火を通して食べたところ、なんかこう、甘みがあるんですね。甘い言うても、お砂糖の甘みじゃなくて、キノコ的甘みというか。ほうほうほう。で、歯応えもいいし。ほうほう。これはなかなか来るんじゃないだろうかと思いましたね。ただ今限界なのは夏のキノコなんです。この栽培されてるとこは。はいはい。で他のシーズンには手に入れられないっていうのがありますけども。でもそういう食材ってちょっと嬉しいもんですよね。そうですね。意外にいろんなものが季節感なくなってきたけど、うん、来年夏来たら絶対注文しようみたいな。ちょっと嬉しいもんですね。そうですね。仁王しめじ、仁王しめじ、はい。じゃあ夏過ぎたってことはちょっとシーズンはオフかな。はい。へえ。野生のも私が、教えてもらって行った時は8月だったと思います。夏のものなんですね。はい。ちょっとまだまだキノコ情報いっぱいお聞きしようと思ってます。今日はおそらく日本で一人でしょう、キノコライターの堀ひろみさんにお越しいただいています。今日の生活は踊るわ。お値段別おすすめトースター特集。ゲストに家電ライターの田中真紀子さんをお迎えし、1万円以下、1万円台、2万円以上と価格帯を分けて、それぞれおすすめのトースターをご紹介いただきます。生活は踊るわ、今日午前11時から。蓮見則之です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、10月16日のゲストコメンテーターは拓殖大学非常勤講師の塚越健二さん。北村さん、はい、やり始めたら止まらないってことありますか？パワプロですね。 SS 選手を作るまで育成をずっと続けますね。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包、東京カリンと他各社の提供でお送りしました。膝の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。歩き始めや階段の上り下りだけでなく、立ち座りも痛くて、ここ2年ぐらいは年だから仕方がないと諦めてました。そんな時ラジオで通算等を知り、これはと思い電話したんです。膝の痛みがなくなってスキップができたら嬉しいですね。膝が痛かったら無理ですものね。ラジオの前の皆さんは膝大丈夫ですか？最瞬間製薬所の通算等は関節炎による
膝、腰、肩、肘の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、305-305、年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。この年になると保険料が心配で。満80歳までお申し込みいただける財布に優しい医療保険は、入院1日あたり最高1万円を最長60日まで保証します。入院中に手術を受けた場合は最大20万円の給付金も。また月々114円で先進医療に備える特約が追加できます。お申し込みは昭和16年にお生まれの満80歳まで。お問い合わせは0120-676-626、 0120-676-626、 FWD 富士生命まで。広告会社の皆さん、聞こえますか？他局の手前、小さな声でお伝えします。急に入ったプレゼンに TBS ラジオを活用してみませんか？ご提案にそのままご利用いただける媒体資料、事例、価格表をご用意しました。 TBS ラジオ資料で検索してください。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は曇りで弱い雨の降る時間がありそうです。で、関東南部は曇りの時間が長いんですが、まあ、午後ほど小雨が降る確率が高くなります。で、北部は夜にかけて時々雨が降るでしょう。で、気温は朝からほぼ横ばいで、まあ、昼でも20度から22度くらいとなりそうです。で、明日は雨が降ったり止んだりで、昼前後は本降りになるでしょう。で、気温は18度から20度くらいと今日よりさらに低くなりそうです。で、日曜日頃からはもう一段階冷え込みが強まります。朝の気温が13度くらいと、まあ、今より5度くらい低くなりそうです。で、木曜日から土曜日は晴れ間が出そうですので、トレンチコートや厚手の布団を干しておくなど準備をしておくといいかと思います。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。転校生のラジスマです。見た目の通りスマートフォンですが FM チューナー内蔵です。え、逆に新しくね。ネット回線もパケットも使わずに FM ラジオが聞けるんで、お前は災害時にぴったりだってよく言われます。へー、ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。時刻は10時26分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。この時間、高速道路の渋滞は1箇所です。外環道の川口東では三郷ジャンクションに向けて2キロを5分です。首都高速道路は中央環状線の内回り初台南の事故の処理は終わりました。渋滞もほぼ解消しています。影響で渋滞していました4号の上りは永福を先頭に3キロ半を15分です。一般道、神奈川県内は川崎の産業道路下り川崎臨港警察署前交差点でトラックと自転車の事故です。流れが悪くなっています。埼玉の国道299号は狭山市の根岸で下りが1キロ半、千葉の国道51号は四街道市の吉岡で上りが2キロ半の渋滞。都内では環八通りの外回りが環八五日市で3キロ半を25分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時54分頃お伝えします。 TBS ラジオ主催伊藤蘭コンサートツアー2021ビサイドユー&ファンファンキャンディーズ、10月28日29日中野サンプラザで開催。最新アルバムビサイドユーからの曲とキャンディーズソング満載のセットリストです。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。伊集院光とラジオと堀ひろみとときめくキノコと、TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めまして今日のゲストをご紹介します、キノコライターです、堀ひろみさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
簡単に手に入るキノコの美味しい食べ方なんですかね。そうですね。ちょっと意外な食べ方かもしれないんですけども、椎茸をポタージュにすると美味しいです。もう一回食べたことあるな。あ、ありますか。うまいっすよね。美味しいですね。すりおろすんですか、ポタージュだと。うちでは、そのためにミキサー買って、で、細かく刻んだのを、で、加熱したやつをミキサーにかけて。うまそうだな。また玉ねぎとか加えて、で、最初にバターで炒めといて、それをこう、牛乳とかと一緒にミキサーかけて。うわー、美味しそう。で、ちょっと加熱して、スープにしました。なんか、より、こう、椎茸の持ってるポテンシャル出ますよね。そうですね。なんか、俺たちちょっと舐められてますけど、みたいな。なんか椎茸の、なんか、すき焼きの時軽く邪魔みたいとこう言われますけども。確かに。持ってますかね、みたいな。いや、どんなじゃと思って。マッシュルームはね、よくスープであったり作るけど、はい、椎茸で作ったことないですね。なんか私にも、そういう料理があると教えてくれた人は、はあ、ポルチーニと変わらない、おむしろより美味しいみたいな、そんな感じのことを言ってましたね。いやだ、椎茸は偉いんだよ。そのさ、生地安価でいっぱい供給されるから、うん、松茸みたいにありがたがられないし、そうですね、いつもそばにいるからポルチーニでございますみたいな言われ方をしないけど、うん、僕コロナ禍で、コロナ始まったばっかりの時に栽培キット買って、お家で椎茸育てたんですよ。はい、可愛いし、うん、早いし、うん、めちゃめちゃ美味しいですよね。そうですね。やっぱり自分で育てるとなんか格別ですよね。あいつすごいのは、一回全部取ってもまた生えてくるんだよ。はい。なんですね。なんだお前と思って。ね、愛着湧きそう。いやー、美味しいなあとは、なんかこう、海外とかでこのキノコ美味しかったとか、こういうキノコがあるんですはありますか？海外で行って食べたことはまだないんですけども、ほうほうほう、東京で数年前に行われた、キッタリアを食べる会っていうのに参加しまして。キッタリアもキノコの名前？はい、チリのキノコなんですけども、基本南半球にしか生えない レアさと、その、ね、まるでみかんみたいな形とか、色とか生え方とかしてるんです。じゃ、上空とか木の枝とか？木の枝です。ほう。食べる会で見せてもらったスライドでは、みんな棒を持って、叩き落とすんです。下にビニールシート引いといて。ほんで、それを乾燥させて、チリから日本に持って帰ってきてくださった方がいたので、その会が催されて、ほんで、キッタリア、一回食べてみたい、生きてるうちに食べたいっていう人々が結構日本中から集まって、ほう、みんなで食べたんです。なんかさ、南半球に旅行に行って南十字星を見たいっていう人はまあまあいるけど、キッタリアも絶対じゃあついでに食べた方がいいですね、それね。そうですね。美味しかったですか？それがやっぱ乾燥させたやつでないと日本に持って帰れなかったのか、乾燥した、なんか香りは乾燥椎茸に似てるような気がしました。そうか、乾燥させちゃうと差がちょっと少なくなってくるかもしれないですね。はい。うん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 、でもまあ、美味しかったですけども、うん、生やったらもっとふかふかしてそうなんで、うん、このふかふかをちょっとやっぱり食べてみたいなと、やっぱり、また次なる野望が出てきました。さあ、そんな中ちょっとご本のお話をきちんとしておきましょう。はい、竹内かなえも読みました。こちらの本の情報をまずお願いいたします。はい、日本で唯一のキノコライター堀ひろみさんの著書、ときめくキノコ図鑑が大和渓谷社から好評販売中です。こちらの本では、ぽつりと佇むキノコ、ぎゅっと固まって生えるキノコなど、森に生えるキノコの可愛い姿を厳選して掲載。普段目にする図鑑のキノコ写真とは一味違った不思議な姿を写真集のようにお楽しみください。そして読み物としても、キノコライター堀ひろみさんによる優しい解説も魅力です。なんかこの5本ね、もうちょっと自分も本出したりするんですけど、想定を真似っこしたいぐらい可愛らしい、手元にすごい置きたいような本で、しかも中はちゃんとキノコの図鑑の側面と、あとやっぱりキノコライターだけあって、もう例えばキノコのお菓子とか、キノコの形のグッズとか、あ、はい、だからなんていうのかな、分け目が植物図鑑みたいな分け目じゃないんですよ。キノコの、はい、キノコの、へー、これどういう人にどういう読み方してほしいみたいなありますか？
そうですね。やっぱりこう、キノコの美しさとか可愛さにこう、はい、ピリッとくるような人に、の、その、フックになるというか、うん、見つけていただきたいですね。でも、お写真も、このお写真撮られてる方は、増井亮さんっていう大阪の写真家さんで、はい、キノコが好きで、なんか、最初は山に普通にキャンプしに行ったんですけども、朝目が覚めたら、周りを卵竹に取り囲まれて以来、もう、キノコ写真に目覚めてしまって。それは、キノコにもう取り込まれたんじゃない？完全に。可能性ありますね。こういう、キノコの輪っかの中に入ったらもう抜けられないって言いますからね。でもね、ほんと文章とお写真がとても良くて、ある意味植物図鑑とはちょっと違う主張を持ったお写真なのよ。はい、このキノコをかっこよく可愛く撮ってあげたいっていう。うん、愛情をこの写真から感じますよね。キノコへの愛情。もう本当に、ね、増井さんの写真すごくて、カエンタケの写真なんか、足場の問題で私、もう写真撮ったら同じ構図にしかならないのに、増井さんの写真はなんかこう、猛毒キノコやのになんとなく生き生きしてるっていうか、ジューシーな感じっていうか。いや、これすごいですね。いや、この本は本当になんかね、多分一回手に取ったらお家に置きたくなる本だと思う。なんか、机の上でもいいし、変だけど、綺麗なにしてるおトイレの片隅に置いてあっても、俺はすごく良くて、なんか本当に一家に一冊な本です。ありがとうございます。はい、ときめくキノコ図鑑。これがタイトルです。大和警告社さんから好評発売中です。さあ、もうお時間最後になるんですが、今後チャレンジしてみたい。こと、それから夢なんですか？そうですね。緊急事態宣言も明けましたし、こう、日本全国をキノコのために回ってみたいです。今行ったことなくて行きたいキノコどころはどこですか？ここ行きたいなは。そうですね。いろいろあるんですけども、とりあえず、来週宮崎に行きます。ほう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 。なんか美味しいの見方また教えてください。はい。でも、一応私の目当ては、食毒不明の、ちょっと面白いけど食べれるかどうかわからないやつなので、はい、見て楽しむことになりそうな、霧の御岳っていうキノコを目当てに行きます。じゃあ、ついでに寄った道の駅で美味しいの見方を教えてください。わかりました。今日のゲスト、キノコライターです。堀ひろみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。三井住友信託銀行主催 TBS ラジオ公演私遺産。忘れられない人がいる。残しておきたいものがある。守り続けたいことがある。あなたが誰かに伝え残したい人、物、ことを400字でご応募ください。締め切りは11月30日。私遺産で検索。借金やキャッシングをしたことがある皆様へお知らせです。借金、過払い金のことなら、司法書士法人杉山事務所。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂。1円でも多く返還することをモットーに、消費者金融やクレジットカード会社からお金を取り戻します。完済から10年で時効となる前に、あなたにいくら過払い金が発生しているかお調べください。お電話で無料診断しております。 0120-316-571316-571。債務来ないでおなじみの司法書士法人杉山事務所。中村勘九郎です。中村七之助です。 TBS ラジオ主催赤坂大歌舞伎を4年ぶりに開催いたします。一つ目の演目は里の噂山田屋裏里。笑福亭鶴瓶師匠の新作落語を歌舞伎に仕立てた作品です。さらに長唄に乗せて軽快な舞を踊り分ける越後獅子。舞台を締めくくる宵の赤坂にわかの里景色では、赤坂の華やかさをお届けいたします。赤坂大歌舞伎は11月11日から26日まで TBS 赤坂アクトシアターで上演。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。ご来場お待ちしております。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの田中ひとみさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は使う時間は1回10分です。
立って揺れることで運動不足解消とスタイルアップが目指せる、シリーズ累計売上32億円を突破の振動フィットネスマシン、ポルトウルトラウェーブアドバンスがとってもお買い得な特別価格で番組に再び登場です。見た目はおしゃれな体重計のようなボード型のマシンなんです、うん、大きさは幅52センチ、奥行き 36.5 センチ、高さ13センチ、前のモデルに比べてより小さく、重さも 2.7 キロ軽量になっています。そして使い方簡単です。この上に立ってスイッチを入れるだけなんです。するとボードが左右小刻みに振動して、振動に合わせて全身をブルブル揺らすことで運動効果が期待できるということで、竹内さんに今立って使ってもらいましょう。はい、今スイッチが入って徐々にこう、はい、今スピード、あ、あ、あ、本当だ、小刻み、全身が、あーって、ブルブルしてるところで、その感じ、その感じ。あのさ、見たことあるやつは、もっとアイロン台ぐらいの結構大きいやつだけど、はい、結構コンパクトになったりするよね。スリムなんですよ。うん、どうですか、お腹周り、太もも周り。なんかブル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 、ブル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 揺れてる。だって細身の竹内かなえでも全身揺れてるのがすごいよくわかるから、俺乗らなくてよかったよ。大変だよ、なんか揺れまくっちゃって。これもう1分間の振動数は最大700回以上揺れています。立って揺れることで、全身の筋肉を絶え間なく動かすことによる有酸素運動。そして振動で筋肉が収縮することによる筋トレ運動、さらにバランスをとって振動に耐えることでインナーマッスルを鍛える体幹運動、この3つの運動が同時にできるんです、うん、なので1回10分で効率よくスタイルアップが目指せるんです。そこでですね、お腹周りのお肉でお悩みの女性に1日2回3週間使ってもらったお写真をご用意しました。個人差はありますが、お腹周りの変化感じられるでしょうか。うわー、きちんとビフォーアフターになってるよ。なんかくびれちゃってん、ね、この写真の人はもうくびれちゃってる。そうですね、竹内さんいかがですか、揺れ続けてくださってる。もうずっと揺れてな、もうずっと揺れてこれからさ、都民ニュースはそれで読むってのはどう。ずっとニュース入ってこねっつうの。あのスピードが1から99までありまして、竹内さん30ぐらいで今乗ってもらってましたかね、うん、はい、自分のレベルに合わせて99段階から選べます。あ、じゃあもっと刺激欲しかったら、はい、もっと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 上げられます、うん、さらに座ったり腕を乗せたり姿勢を変えることで背中、お尻、太ももなど気になる部位を集中的に鍛えられます。あと付属のフィットネスバンドがありますので、そちらを本体にセットして手に持てば二の腕の筋肉なども集中的にトレーニングできるということです。さらに嬉しいことに、こちら歩く力もトレーニングできるんです。その理由が、電気刺激で筋肉に働きかける機能の EMS です。椅子などに座りながら本体に足を置くことで、 EMS が足裏から第二の心臓と呼ばれるふくらはぎまで歩行に必要な筋肉を刺激します。もう自宅で簡単に下半身もトレーニングできますので、最近階段の上り下りがつなくなったですとか、前よりも歩くのが大変で段差がないのにつまずいてしまうといった方にもおすすめです、うん、さあ、このポルトウルトラウェーブアドバンス、お値段税込み54,780円なんですが、これはメーカー直販サイトの価格です。今回はここから 34,800円引きの特別価格、税込み 19,980円、19,980円ということで2万円引きの方切ります。ただし10月15日までの期間限定特別価格です。今回も特典として畳やフローリングの上で使用する際に便利な2200円の専用マットをお付けします。それから本日午後1時までにお申し込みいただければ数に限りがありますが、明日お届けします。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけますので、TBS ラジオショッピングと検索してください。TBS ラジオショッピングでした。これどういう人は多分歯磨きと、うん、こう基礎のお化粧だけはこの上でやるとかしていくと多分1日10分は で、うん、できちゃうんじゃないかな、ね、うん、打ち合わせの間ずっとこの上立ってるとさ。
今日のコーナーはってなっちゃうからだけど。いやでもちょっと、面白そうな、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さこみちお色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう。いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。過払い金とはカードご利用時に払いすぎたお金のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ずブラックリストに影響する、全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 象印魔法瓶プレゼンツ、白ご飯の友スカウトキャラバン。この時間は象印魔法瓶の提供でお送りします。象印魔法瓶プレゼンツ、白ご飯の友スカウトキャラバン。時刻は10時45分です。象印のフラッグシップモデル炊飯ジャー、塩分炊きで炊いた究極の白ご飯を用意したので、合うおかずをスカウトしてこいというコーナーです。今週はリポーター呼んでます。リポーターこの方です。おはようございます。サンドの飯より白ご飯が大好き、お笑いコンビタイリーターキーの伊藤奈美です。ちょっと久しぶりに、はい、スカウト活動で旅にちょっと出てもらったんですね。出ました、はい、どちらへ。今回はですね、海もあるし山もあるし湖もある豊かな自然に恵まれた茨城県に行ってまいりました、うんうん。先月ですね、9月16日に茨城県笠間市に道の駅笠間がオープンしたんですけれども、そこで白ご飯のお供をスカウトしてきました。この季節ね、栗がとてもよく取れるところですね。そうなんですよ、栗の日本一の産地として有名で、もう入り口入ってすぐにも栗が山ほど売ってました。さあ、そんな中で何を紹介してくれますか。はい、ご紹介するのは茨城の味、つくば鶏そぼろ、つくば鶏そぼろの瓶詰めです。鶏そぼろ、じゃあ早速試食してもらって、はい、味の感想をもらって、そうでもないやってなったらもうそのままコーナープレイの。やめてください。今までそんなことはないです。一回もないですよね。もういわゆるそぼろだね。白ご飯に色味的に合うよ、はい。なんかそのポロッポロしたタイプ のそぼろ で、 で食感が、これは何か中に鶏以外にもなんか入ってますね。気になりますよね。まずお肉が、水と空気が綺麗な筑波山麓のふもとで、元気に育った筑波鶏で、野菜なんですけど、こちら茨城県土浦のレンコンで、実は土浦ってレンコンの作付け面積、生産量ともに1位なんです。うまい。美味しいですよね。いいでしょ。俺別に試食してるとも何も言わないで勝手に食ってたから、はい、うまい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 。美味しいですよね。しみじみ美味しい。こう後からどんどん美味しくなる。そうなんです、うん。でさらにですよ、茨城県鉾田市のごぼうが入ってるんで、もうお肉、レンコン、ごぼう、すべて茨城県産なんです。食感がベストだね。そうなんです、うん。なんかやっぱりそぼろっていうのはたくさんあると思うんですけど、食感がここまであるっていうのはなかなかないと思うんですよ。味付けが濃すぎないですね。そうなんです、うん。これいいのは、究極の白ご飯と俺らはこう用意してるじゃん。うん、はい。歯応えがあるのを全部噛み終わる頃にご飯が甘くなってくるの。その感じがとっても合う。合うんです。で、こちらお弁当の万年屋さんの商品で、もともとは駅弁の日の丸弁当に入っていたものなんですけど、お客さんにもうそぼろだけ売ってくれ、わかるって頼まれても商品化されました。きっとあったかいご飯で食べたかったんだろうね。そうですね。もう本当にご飯にめちゃくちゃ合うんです。全く竹内さん止まりませんさあ、ということでエントリーでよろしいですか。はい。スカウトナンバー113、万年屋のつくば鶏そぼろ
瓶詰め 90g 税込み650円。いやでもやっぱりさ、緊急事態宣言も解けてさ、もちろんマスクもしますよ、はい、で少人数でディレクターと二人きりで行きますけども、はい、こうやって遠征して見っけてきたやつ嬉しいもんだね。いや嬉しいですね。今後ともいろんなものを見つけに行ってください、ということで、伊藤ちゃんありがとうございました。ありがとうございました、うん、以上、象印魔法瓶プレゼンツ白ご飯の友スカウトキャラバンでした。ご飯というのはすごいもんだと思います。一日2回、いや3回食べても、その度にああ美味しいなーって思う。明太子とかキャラぶきと一緒にほかほかしたご飯を口に入れたら、ああ幸せだなーって思う。一日3回も幸せだなーと思えるなんてすごいです。福引きの一等が当たったら、その時は幸せだけど、そんなに長続きしない。当たったことないからわかんないですけど。でもご飯は毎日幸せになれる。また今日もちゃんと幸せになるためにお腹を空かせようと思います。おいしいご飯と暮らすなら、象印の圧力 IH 炊飯ジャー塩分炊き。象印、象印魔法瓶プレゼンツ白ご飯の友スカウトキャラバン。この時間は象印魔法瓶の提供でお送りしました。ラジオをお聞きの皆さん、まだまだ年なんかに負けてられないと思っていても、痛みにはつい負けてしまう、そんな方いませんか？うちの犬も喜ぶし、自分の健康のためにも毎日散歩したいんだけど、お尻からふくらはぎにかけて突っ張るような痛みがあってなかなかできないんです。この前ね、洗面所の上の棚からタオルを取ろうとしたら痛くて肩が上がらないのよ。こんな症状でお悩みの方、通産糖の無料試供薬から始めてみませんか？最新管制薬所の通産糖は、5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。膝や肩の痛みなどを徐々に和らげてくれます。無料試供薬のお申し込みは、0120-305-305、0120-305-305、朝8時から夜10時まで。通産糖は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。楽しく感動できるスーパー、ロピア。 I U A I love 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 ラリルレ、ラリルレロピアはラブラブロピア。愛に満ち愛されるスーパー、ロピア。ラブラブロピア。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、最大1300万円の救済手続きを受けられます。まずはあなたやご家族が救済の対象なのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの斉藤哲也アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。秋篠宮家の長女眞子さまは今日、小室圭さんとの結婚を報告するため、東京都八王子市にある昭和天皇陵と香淳皇后陵を参拝されました。アメリカからおよそ3年ぶりに帰国した小室さんは、新型コロナウイルス対策の待機が昨日終わり、結婚に向けた2人の動きが本格化します。天皇皇后両陛下に挨拶する朝見の儀など、皇室の関連儀式は実施しないことになりましたが、その代わり両陛下への私的な挨拶などが予定されています。今回の参拝も慣例の儀式ではなく、眞子さまの希望によるものです。宮内庁によりますと、眞子さまは今月26日に婚姻届を自治体に提出、その日のうちにお二人で記者会見を行うということです。今日未明、山梨県甲府市で住宅が全焼し、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。現場で不審な男が目撃されていて、警察は事件性が高いとみて調べています。今日午前4時前、甲府市よもぎ沢の住宅から火が出て、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には50代の夫婦と
10代の娘2人の合わせて4人が住んでいて、火事の後夫婦と連絡が取れていないということです。娘2人は病院に運ばれましたが、命に別状はありません。また娘は火が出る前に不審な男が家に入ってきて、家の中で争う声が聞こえたと話しているということです。男が家を出て立ち去る姿を見たという近所の人の情報もあり、警察が男の行方を追っています。サッカーの2022年ワールドカップカタール大会のヨーロッパ予選で11日ドイツが本大会出場を決めました。ドイツは各大陸を通じ予選突破一番乗りで、18大会連続20回目の出場となります。また日本代表は今夜埼玉スタジアムで行われるワールドカップアジア最終予選でオーストラリアと対戦します。日本は最終予選 B 組で現在1勝2敗勝ち点3の3位と出遅れていて、3連勝で勝ち点9の首位オーストラリアに勝てなければ自動で出場権を得る2位以内が極めて厳しくなります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。ニュースデスクの斉藤哲也アナウンサーでした。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、今週のゲストはナレーター声優の立木文彦さんです。めちゃくちゃいい声ですからね。お楽しみに。迷っちゃいますね。なんだその声。そして9時台常連さんは立川談笑さん。ナイツのチャキチャキ大放送は今週土曜朝9時から生放送。時刻は10時55分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。関東を走る高速道路は東名や中央道などいずれも順調ですが、群馬県内の関越道では濃い霧のため、赤城インターと昭和インターの間最高速度が50キロに制限されています。一般道神奈川県内は川崎の産業道路下り、川崎臨港警察署前交差点の事故の処理は終わりました。他は国道1号下りが茅ヶ崎駅入り口で2キロ半です。埼玉の国道17号バイパス熊谷市柿沼交差点では乗用車同士の事故です。側道のみ通行止めになっています。都内では靖国通りの千代田区神田小川町では乗用車が中央分離帯に乗り上げる事故が起きました。内回り外回りとも右車線を規制しています。両方向とも渋滞が出始めています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は11時25分ごろお伝えします。日立物流はずっと物流の会社でした。だから物流のことがよくわかる。経営と現場の管理、2つの視点で物流がもっと滑らかになる仕組みを作りました。一つのログインで輸送課題すべてをスマートに。日立物流の SSCV スマート。さあ、今日の山崎賞のメッセージですが、2年分の柴犬くんのうんこの写真でスマホのメモリーがどんどん埋まっていくという。じゃじゃパンダさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。その他メッセージを読まれた方には番組ステッカーをお送りいたします。すごいよね、今回のメッセージテーマはその、健康状態を確認するためのその犬くんのうんちの写真からまさかの関東大震災の時の写真まで、こう同列にエピソードもらってますんで、まだまだお待ちしております。一枚の写メ、一枚の写真です。さあ、そして明日のゲスト、タレントで女優のサヘル・ローズさんで、イランのご出身で8歳の頃に日本に来られたってことなんですけど、なんかだから大変な生き様、ここも明るくてお綺麗な方ですけども、大変なこう人生を送って来られた方だと。でちょっといろんなお話を聞きたいと思っております。でさっきちょっとこう CM とかの間々にね、ピエロのアイス、はい、で竹内にピエロって英語でなんて言うの、クラウン、クラウン、はい、クラウンとか、バスキンロビンスとかアイスとか単語でインターネットで画像検索をしてみたら出てくるかなと思ったら、異様な量出てくるんだけど、なんかその
依頼者の方にイラストでもらってたような可愛らしいのというよりは、うん、とんでもないいろんなピエロが出てくるのが一つと、はい、あとなんかそれがどうやら店員さんのセンスに任されてる部分が多いらしくて、すげえ怖えやつとうめえやつからデタラメなやつまでちょっとこん中に言ってるものがあるかどうかはもう謎。すげえ怖えやつとか、はい、グロゾンビっぽいやつから、ただ現役でその向こうのバスキンロビンス131に行ってピエロのアイスを作ってもらうことはどうやら可能っぽいんだよね。なんか思い出のバチッとくるようなものがね、なんかできたりとか、こううまく、マッチングできたらまあいいかなとは思ってますけどね。五つ星も何か思い出を急に思い出、写真見てたら、あ、この店とかあるかもしれないんで、そのあたりもぜひぜひ依頼の方をよろしくお願いします。明日もぜひ聞いてください。この時間のお相手は竹内かなえと伊集院光でした。今日は家帰ったら椎茸のポタージュを作ろうかなと思ってます。この後はジェンスーです。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。